一金一章。気づき取りにするがいい。守備よく功を成し遂げたら、その城はお前のものだ。信長と言い交わした当初の約束は確かにそうだったが、春行を告げに帰ると、そのまま進め、とは言ったが、与えるとは言われなかった。同じようなものだが、東吉郎秀吉は、 まだ、一条のあるじたるの資格は許されないものと思った。なぜならば、自分の推挙で、新たに、小田家の家臣となった、八須賀小六に対しても、秀吉の空間として、そちも素の股に詰めておるように、と、命があったからである。主君とはそうしたものか、などという不平を抱く代わりに、と、キロは、真規にいただきました。 五百貫の恩知は、切り取りいたし、お存じますが、と願い出て、信長の許しを得ると、もう正月七日は、すのまたの城にいた。味方の一兵一卒も存ぜず、主君の領土の一木一石もを地ずに、築き上げたこの城だ。五百貫の六地も、敵から切り取って、天禄を食おう。秀吉はそう存ずるが、濃ういうもんや、 一同の考えはどうか帰ると、諸子へ測った。蜂塚正勝は、救命の孤独を捨てて、この正月から、彦右衛門正勝と改めていた。面白い。彦右衛門は、今では全く、藤吉郎に振幅していた。信長から、貢献に、とは言われても、ほとんど、進化の礼をとって、 さらに救援にこだわらなかった。そロポと気略の兵を放って、その月から金号の領地を攻めにかかった。もちろん切り取りする領土はミルのものであった。信長から与えられた六高は五百貫であったが、切り取りした領地は千貫に余っていた。信長は聞いて苦笑した。 あの猿一匹で、身の一国を取るに足りる。苦情を言わぬ男も世にはあるものだ。地盤はできた。気はすでに身のを飲んでいる。けれど、敵の本城、稲葉山から遠い飛び用などは切り取りできても。さて、一水用を減らった斎藤家の本領は、さすがに頑としたところがある。 すのまたの心情を足場として前後二回ほど、信長は突破を試みたが、全然手応えもなかった。鉄壁へぶつかる感じである。東吉郎も彦右衛門も、むしろ当然、としていた。なぜならば、今度は敵も必死をそこに集結しているからである。大国の不況を挙げて、この一水を守りとしている。 終わりの美勢では、成功法で抜けるわけはなかった。それに、敵は、築城のなった後、前の不覚に懲りている、藤吉郎秀吉というものを見直していた。猿、猿とは言うが、美戦に身を起こして、小田家でも、あまりよくも用いられなかったくせに、規約獣王、よく部下を使う、湯の模しだ。と、 彼の評判はかえって小田家以上に敵方へ高くなっているせいもあって、油断ならず、と一層敵の夫人は強化していたわけだった。二度の失敗に信長は五ズベの出兵を控えたのみでなく、一応兵を残らず小牧山へ引いて、その年は待とうとした。 東吉郎は、しかし、待たなかった。彼は、美野平野から、中部山脈を一望する城に立って、どうしたら美野と、腕組みしていた。彼の呼び起こそうとする太平は、小牧山になく、の股になく、彼の群れ三寸のうちに住んでいた。城のボールを降りて、自分の今に戻ると、東吉郎、 ひこエもんはおるかと、尋ね、部下の者がいるよしを答えると、人、相談がある。ひこエもんにすぐ来てくれまいかと、言ってくれ。と、言いつけた。ハチスカヒコエモン・マは、信長の命で、貢献として、この砂たにいることになったので、首相の藤吉郎の配下についたわけであるが、藤吉郎の家臣ではない。それに、 以前の救援もあるので、藤吉郎もそりゃには扱わなかった。お呼びの吉田が何かご用かな聞こえもんはすぐ見えた。八塚村にいた頃の古六正勝と違って彼は礼儀正しかった。藤吉郎の前へ出ても以前の関係などにこだわる風もなく、自分よりずっと若い藤吉郎を首相と立てていた。 もっと寄ってもらいたい。でごめんを。お前たちは下がっておれ、俺が呼ぶまで。と、東吉郎は、そばにいる侍を遠ざけて。降りて。そうなんだが。お何事のその前にだ。と、声を落とし。美濃の内情は、この東吉郎よりも、お手前の方が通じておると思うが。 今なお、ミノが大国の強固を保って、このスノバタといえども、枕を高くしていられない底力は、一体、どこにあるのだろうか。人物、でしょうかうん。その人物だが、元より、アングな斎藤達夫樹という国主の力ではあるまい。ミノの三人衆と言われておる人々が、 秀でたつ、義達時代からの救命を守って、今日でも斎藤家を助けておるため、と言っても過言でありますまい。その三人衆とはご存知と存ずるが、厚み氷鏡島の城主安藤伊賀の上則りうん。と、徳っ郎は、手を膝に置いて、うなずきとともに指を一つ折る。 アンパチゴーリ・ソネの助手、稲葉・伊予の神道とも。うーん。ついでは、同じくアンパチ軍・大垣の助手、宇治江・日立之助です。他にはさあ、彦右衛門は、国美をかしげて。そのかに、美野の大人物といえば、ふわゴーリ・岩手の人、竹中・半兵・衛茂原ですが、これは数年前に死災あって、 主家、斉藤家、出資を立ち、今では栗原山の山中に干挙しておるゆえ、考慮のうちへ入れなくてもよいでしょう。するとまず、今のところその三人衆の力が、もっぱら、稲の国力を支えておると言ってもよいかなと、この方は信じるが、相談はそこだが、その支えを抜き取る工夫はあるまいか。ないでしょう。いうもんは、 ほとんど断言して。真の人物は全裸を重んじ、妙理では動かない。例えば、底元の丈夫な歯を三本抜けるかというように、これは抜けないに決まっていましょうそうも限らぬ、法をもってすれば。東吉郎は軽く受け、このの股の築城中、敵はしばしば総攻めをやってきたが、その折、 薄気味の悪い敵が一方にいた。はて、誰であろういつもじっとしたままで動いてこない敵だ。ここより何にか上流のうぬまの上手。おお。大沢二郎左衛門ですな。うぬまの虎と言われている猛将です。あの男に、その虎に何か近づく縁引きはあるまいかないこともありません。 あるか二郎左衛門の弟に、大沢門戸なるものがあります。連来の懇意ですがお手前と自分とも、弟の、また十郎とも。それは、ありがたい。手を打たんばかりな喜びが、東吉郎の総合を崩した。どこにおるのか、その門戸なるものはただいまでも、稲葉山の城下に、 使えておると思いますが、また十郎を密使にやって、門戸と連絡が取れまいか。必要とあれば、使わしましょう。と、ヒコエモは答えてから、ご用向きは、門戸を用いて、大沢二郎左衛門を斎藤家から離反させ、そしてまた、その大沢二郎左衛門を用いて、身の三人衆の人物を、一人一人歯を抜くように、 抜いてゆくという順序だが。三人衆は抜けますまいが、幸いなことには、モンドは兄と違って、利欲にとい人間ですから、これは利をもってすれば使えましょう。いや、ウルマの虎を動かすには、モンドだけでは力が足らぬ。あの虎を、こっちの檻へ入れるには、もう一人、脇役がいる。それには、お手前の多い、 渡辺天蔵を働かせようと思うが、至極でござる。も、その二人を用いて、いかなる妙作が終わりかなこうだ、彦コエモン。東北は自分からすり寄って、蜂須賀ヒコエモの耳へ小声で何か策略を囁いた。ふん、なるほど。と、うめえたきりで、コエモンはしばらく相手の顔を見守っていた。 同じ頭を持ちながら、どこからそんな希望と鋭い新さんがひらめくものかと、自分の頭と比べて、呆れ顔であった。早速にも、また従路、天蔵の両名を差し向けたいが、心へもした。敵地へ入ることゆえ、夜中を待って、川を渡らせましょう。両名へは、五辺からつぶさに策を授け、 注意などをしてもらいたいが、その疑問、と飲み込んで、彦右衛門は師匠の部屋を下がって出た。今のところ、この城中の兵は大半以上、元八チ村の信氏の出が侍となって固めているが、彦右衛門の弟、ハチス又十郎だの、おいの渡辺天蔵なども、武者黙りのうちにいた。 その二人は、ヒコエモから使命を受けて、旅や金土に変装し、その日の真夜中、どこへともなく城から出て行った。言うまでもなく、目的地は、鉄国の本拠地、稲葉山の城下にある。天蔵も、また十郎も、そうした使命には元来、うってつけの追い立ちである。まもなく、二人は使命を果たして、 再び、砂股へ帰ってきた。その間、約一ヶ月。大川を隔って、美野の気配を眺めていると、噂はそろそろ聞こえてきた。うぬまの虎は臭いぞ。前から治郎左衛門は、尾張へ内通していたのだ。だから、砂股の畜養の中も、不破平四郎の指揮に服さず、 そうがかりと言っても、兵を動かさなかったのだ。そういう噂である。また、こういう風説も飛んだ。近いうちに、大沢次郎左衛門は、稲葉山城へ呼びつけられ、その攻めを問われる模様だ。うぬまの城主も、募集を食うだろう。稲葉山へ、虎を呼び寄せておいてから、美濃の国中に、それは、 いかにもまことしやかに剣伝された。剣伝の秘とは、言うまでもなく、渡辺天造。いや、すのまょうに座っている、東吉郎そのものであった。もう、頃合いの自分だろう。こいもん、うぬまへ参ってくれまいか密集ですか書面はしたためておいた。大沢次郎左衛門に渡してもらいたい。承知しました。要は、 彼を誘うにある。その前に、当場所を打ち合わせ、この東吉郎も出向いて、次郎左衛門と会うまでに、ことを運んでもらえば長上であるが。急い、心得ました。東吉郎の書簡を持って、八塚彦右衛門は、密かに鵜沼城を訪れた。その股の密使と聞いて、上司の大沢次郎左衛門は、はて、何事か。 首をかしげた。うぬまの猛虎、と言われる豪遊な彼も、近頃は、往々と、心の楽しまない顔だった。病気と称して、一切、人を避けているのである。稲葉山の斎藤達夫からは、先頃からしきりと、出資あるべし、と、飯状が来ていた。一族も家臣も、 彼がそれに応じて稲葉山へ行くことを恐れていたが、次郎ーザイ自身も病と称して、出向く毛りは見えなかった。ここへも当然、風雪は聞こえてきた。彼は一心の危険を覚えていた。斬新どもの作望を恨んでいた。また、斎藤家の分乱と主君の不明を嘆いてもいた。が、 どうしようもない。爪腹を切らねばならぬ日が目に見えていた。そこへ、敵の砂股城から蜂須賀彦右衛門の密かな訪れだったので、ふと、追ってみようか、と心が動いた。木下東吉郎からの諸書が渡された。次郎左衛門は一読するとすぐ焼き捨てた。 そして口で、声門に返事した。近日改めて、場所と人、東方よりお示し申すゆえ、東吉郎殿にもお出向き願いたい。それから、半月ほど経った。うぬむからすのまたへ知らせが届いた。東吉郎は、声門のほか、気の許せる部下を、 わずか十名ばかり連れて、指定の場所までおもむいた。場所は、ちょうどうるまとすのまたとの中間あたりで、ただの民家だった。双方の家来たちは、岸に残って、付近の見張りに立ち、東吉郎と二郎左衛門と、二人きりで、木祖川の上に小舟を出した。膝と膝を突き合わせて、 どんな密談が交わされたか。大河の水に任せた一葉の小舟は、かなり長時間、世の樹木から遠ざかって、明美な風光のうちに漂っていた。会見は、無事終わった。砂股城へ帰ってから。あの日のうちに来るだろう。東吉郎は、小右衛門の耳へ。 それだけ漏らした。果たして。幾日かの後、大沢次郎左衛門は極秘のうちに素砂股へ見えた。陶吉四郎は陰気にこれを迎えて、城内の兵も知らないうちに即日彼を伴って小牧山へ向かった。そして先に一人で信長に越し、美濃の猛虎と言われる斎藤方の 大沢二郎財文を召し連れて参りました。彼はすでに私の切羽によって変身を抱いております。斎藤家を見限って後藤家に属したい気持ちに十分なっておりますゆえ、殿から直接何かお言葉を賜れば、江方き猛将一名と宇野間一条は手ぬらさずに織田の勢力に加わることと相なりましょう。どうか おってやっていただきと存じまする。と、言った。信長は、驚きの顔のうちにも、彼の話を、主催に検討している毛振りだった。なぜ、主君は喜んでくれないのだろうか投吉郎としては、少し不足である。自分の功を誇るのではないが、美濃の猛虎と言われる二郎左衛門も、 敵の死閲から抜き取って主君の剣山にまで引いてきたのは大きな土産のつもりであった。当然、信長も喜んでくれるものと思っていた。が、考えてみると、これは信長と測ってした仕事ではなかった。当吉郎の着想であり、所持彼の一人決めで運んだ仕事であった。 その点かなどうもそうらしく、信長の顔色が見られた。出すぎる釘は打たれる、という言葉があるが、それを自分の心情に直して、出すぎる釘は打っておけ、と心得ている人はこの主君である。藤吉郎もそこはよくわきまえている。だから彼は信長の目に自分の頭が、 釘の頭のように目につくことは常々警戒していたところである。とはいえ、味方のためと知れていることを腕組みしてなさずにいるということもできなかった。ま、ともあれ、会ってくれよ。呼べ。ようやく信長の不正武将らしい許容であった。は、ではこれ。 図を外さず、藤吉郎は別間に控えさせておいた二郎左衛門を連れてきた。おお、ご成人なされましたな。殿には初めてとおぼしめされましょうが、二郎左衛門がお姿を拝すことは、今日が二度目でござる。初のご廃士は、今より十年前、とんだの聖徳寺において、我が古主。 斎藤道三山城の神様と向こう周都のお出会いをなされました。その折、お供のうちに加わって、あれが終わりの信長殿かと、遠くからお目にかかったことでござった。次郎左衛門の言葉に、そうか、そうであったか、と、信長は口少ない。その間に、次郎左衛門の人物を、 見ている風であった。次郎左衛門は、あえてへつらばなかった。また、いやしくこびもせず。きながら、近年のお働きぶりは、次郎左衛門も、よそながら感じいってござる。とか、初めて、とんだの正徳寺で、お姿を見た折は、お十六ぐらいな、わんぱくの殿と見申したが、今日、 小木のお城へ来て、一別いたすに、四季整然として、以前の世標とは打って変わった五化成ぶり。近年の流々たるお勢いも、ゆえあるかなと思い当たってござる。とか雑談ぶりも、対等の人と話すような態度であった。嫌味がない。虚心短海である。もういう一方のみでなく、 人柄もなかなかいい。東吉郎は、そう思って、二郎左門を眺めていたが。追って、日を改めて、またゆるゆる漁船に入ろう。今日は信長も、たじなれば。と、信長は、あっさり会見を終わって立ってしまった。そして、後から、東吉郎だけを奥へ召し入れて、何か密かに言い渡した。 何を言われてきたか、東吉郎の顔色は、広く困惑していた。だが、次郎左衛門には何も告げず、その夜は自分が艦隊役となって、小牧山に一夜を明かし。いずれ詳しいことは、立ち返ってから、と、再び彼を伴って、自分の居城、砂股へ刺していった。 すのまたの城へ帰ると。二郎左衛門の。あなたに対して、東吉郎。誠に申し訳のない立場になった。死をもってお詫びする所存であるが。と、ただ二人きりとなって、人なき一室で、東吉郎は、こう彼に話した。自分は、主君信長様に置かれても、必ず自分同様の気持ちで。 喜んで気候をお味方に迎えてくれるものと信じ、覚のごとくお誘い申したが、主君の記念に対するお考えは、まるで違っていた。ため息とともに、彼は吐き出していった。そしてその後、ややしばし、地面と差しうつむいているのだった。次郎左衛門も、信長とあって、 あまり信長の感じが良くなかったことは自分でも悟っていたので。ひどくご当枠らしいが、一体どうしたわけでござるか。二郎左衛門も決して強いて信長殿の六をはまれば生きてゆけぬというわけではなし。お気軽く打ち明けてもらいたい。実は、それだけならよろしいが、 東吉郎は、口絞っていたが、急に腹を決めたように膝を改めて。いや、何もかも。そこを割ってお話申してしまおう。こういうわけだ、二郎左衛門殿。それがしが立ち返る折、主君信長様には、密かに自分を一室へ召されて。東吉郎、そちは標法の。 反感苦肉ということを知らんな。という、奥ごとなのだ。美のに聞こえの高い、大沢二郎左衛門ほどな人物が、なんでその方ごとき者の孔絶に安心して、信長に下ってくるわけがあろうぞ。と、こう、意外な大せではないか。うん、なるほど。さらにまた、大せラルルには、うぬま城の大沢こそは、 他年の間、国境の将として、美濃を守り通し、尾張を苦しめ通してきた、敵門の虎だ。おそらくは、そっちこそ、大沢の孔絶にたばかられて、不敵なキャツに操られておるに違いない。と、お互い、遊ばしてな。んうん。彼を、小牧山へ、長く滞留させおくことも、味方の内情。 存分に探らせておくようなもの、すぐまの股の方へ連れ戻れ。連れ戻った上は、ごくっと、喉のつかえたように、東吉郎はそこで一息切って、次郎左衛門の顔を見つめた。次郎左衛門も、さすがに、やや動じた顔色を示しながら。そして、と、あとの言葉を促すように、 相手の目を見守った。もしくいが、訓明でござれば、さようお聞き願いたい。実は、そのたへ気候を連れ戻ったら、女中に閉じ込めて、二郎左衛門を切ってしまい、絶好な潮である、抜かるな、と、かように主君より励まされてきたのでござる。もうこと言われる二郎左衛門も、身を顧みれば、 一平も持ってはいないし、ここは敵の城内であった。鳥肌のようになったエリの手筋は、そそけだって見えた。道吉郎は語を続けて。語、自分としてはです。その署名に報じれば、あなたに誓った前役を破ることになる。武士道の審議を自ら踏みにじることになる。これはできぬ。 と申して、武士の真偽をまいとすれば、主名に背くことと相なる。ときちろ、身体ここに極まった心地でござる。それゆえ、小牧山から戻る途中も、一々おおおと、心も楽しまず、定めし、ご不信にも思われたでござろうが。どうか、ご疑念を晴らしてください。今は、心も爽やかに。 自信、解決を持っておりますから。どう、胸を据えたと言われるのか東吉郎の腹一つ切って、そこもへも、またご主君へも、双方へお詫びする所存。それしかありません。二郎左衛門殿、痕跡は、お別れの一産を含もう。その後で、東吉郎は自決する。きっと、気候へ。 うってのかからぬよう引き受ける。気候は、やいに紛れて、ここ、逃げ落ちてください。それがしの身に構わず、どうぞ、安心して。死従を。目念と聞いていた、二郎左衛門の目は、涙でいっぱいになった。虎とあだ名のある、某骨な反面には、 人並み以上の涙もろさと義に感じる正常が強かった。片付けない。拳を目に当てると彼は鼻をすすった。これが千軍万馬の中の妄想だろうかと怪しまれるくらいだった。だ、だが、徳一郎殿。恩美が腹を切るなどとはもってのほかだ。切ると言っても。 次郎ーザイは、切らすわけに参らぬ。でも、そう言い出すしか。あなたへお詫びの言葉もないし。なお、訓行へ対しても。いや、なんとおせあろうとも。恩味に腹を切らして、拙者一人助かっては義にかける。手前の武士が立たぬ。あなたを解いて、誘う頼む、この倒木次郎。主君のおぼし飯のほど、考え誤ったのも。 このトーキロでござる。されば、右へも左へも、それがしが罪を射して、切腹するのは当然です。どうか、お止めくださるな。なんの。過ちといえば、この二郎左衛門の浅はかにもあったことだ。尊公が腹を切るには及ばん。尊公の疑心にめでて、二郎左衛門の首は、 尊厚へ侵入する。いざ、後とも言わず、拙者の首を、小牧山へ、お持ち上がるがよい。次郎左門は、脇差しに手をかけて、即座に自決しようとした。東吉郎は、慌てて、その手を固く捉え。あ、何を召されるか。放しなさい。放しません。あなたに、吐くさせるくらいなら、 何を苦しみましょうかわかっている。だから、この首を侵傷するのだ。もし、おみが卑劣な手を構えて、この首を処簿と参れば、大沢二郎左衛門とて、死人の山を築いても逃げてみせるが。おみの疑心に感じたゆえ。まあ、しばらく、しばらく考えさせてください。そうだ。 お互いに真路を争ってみても是非ないことを。次郎左衛門殿、それほどまでこの陶吉郎をお信じくださるなら、ここにあなたも私も生きて、なおなお、部門の面目を保つ一策があるが、なんと、もう一歩、織田家へ加担を見せてくださるお心はありませんかもう一歩とはつまり、 信長様のお疑いは、あなたの人物を重く見ておられるためです。ですから、ここであなたが一働き、お田家のためにお味方たるの事実をお示しくださるものなら、お疑いもとけ、従って、あなたも、私も。急に、彼は声を潜めた。そして、自分の思案を、二郎左衛門の耳へ囁ささいた。 その夜、大沢二郎左衛門は、スノマタ城を出て、どこへともなく立ち去った。彼が、東吉郎から授けられた策とは、何であったろうか。それは、誰も知るよしもなかったが、後になって、自然に分かった。斎藤型の重石と言ってもよい、西美濃の三人衆、稲葉与の神。 安藤伊賀の神、宇治家日立之助の三名が、相伴って、おだけ随身を申し入れてきたことで、その人々をとき回って、手引きの役目をした者はすなわち、大沢二郎左衛門だったからである。当然、東吉郎も腹を切らず、二郎左衛門の趣味もよく、信長は居ながらにして、 ミノの四名将を味方に加えた。信長の地下、東吉郎の祭下。この二人の君心の間は、微妙な新規と新規にあるらしく、からは目に見ていても、もことしていて、どっちの腹芸なのか、わからなかった。 竹中半兵。西へ一歩を締めたと思うと、南にこの不安が湧いていた。伊勢である、北畠一族の勢力であった。清須から小牧山へ、信長が城を移したと見ると、北畠一族の春動が目立ってきた。誰を抑えにと、信長は始終それへも、 心を浪していた。聖衆の抑えには、滝川一益に敷くものはなかった。彼は分別者ではあるし、三河の松平家とは実婚であるから、何かにつけ、任しておくことができる。何しても、身濃を治めてしまわぬうちは、それにつけ信長は、このところ、やや焦り出した。すのまた一条を作るにも、 かなり大きな犠牲を払ったし、年月も費やしたので、当然彼の施策は常にそこへ充血していた。周到、山城守銅山の恨みを晴らし、不義不倫の収族を打ち、悪性の下にあいく領民を救う。と、号して天下へ公言した戦の趣旨も、こう歳月が経っている間には、 自然言葉に鎖が生じる。どう落とすかと、後ろでニヤニヤ見ている感じのある三河の松平に対しても、叶えの傾聴を問われるというものである。織田の実力をこの程度と図られることは、せっかく結び得た織田・松平連携の迷約を再び危うくしない限りもない。で、信長は、 どうしても焦り気味になった。味方の陣営、大沢二郎左衛門を加え、西美野の三人衆を引き込んでも、単にそれだけでは刺したる気色にもなれなかった。一挙に、と軍議にかかった。桶狭間この方、信長のこの、一挙に、という信念は、何かにつけ、以前より強くなったようである。 したがって、藤吉郎などは常に、その反対な考えを持つ場合が多くなった。この年、夏の初めに起こった、一挙、身の入りの軍議にも、始終彼は黙って、真っ先にいた。そちらはいかに思うか、と、聞かれたとき、初めて、まだ、木は熟さないかと思われます。と、答えた。非常に、 信長の意にそまない返事だった。信長は咎めるように。沼の虎を用いて西美野の三人集団に暮らしてしまえば、美野はいながらにも自滅するように申したのは措置ではないか。なぜ、まだ時が早いというか。そうは参りません。美野は恐れながら後藤家の何十倍も不況です。前には人材の角を申し、 今度は、不況をあげていい恐れおる。そうしてはいつの日か、身の攻めをやり果たせようか。信長は、もう彼に物を問わなかった。そして、軍議は進められた。驚くべき大軍が小巻を発し、またを陣地として、身のへ向けられたのは夏だった。川を越えて、敵地へ入っての戦いは、 一月の余りにわたった。その間、たくさんな戦勝者が後方へ送り返された。いつまでも味方の処方はなかった。戦い疲れた軍は、ただ真っ黒になって、少子皆口を結んだまま、幽安な顔を持って小牧山へ帰ってきた。どうだった、戦いは。留守の者に聞かれると、 誰も皆重い首を黙って横に振るだけだった。信長も以来沈黙していた。戦いはいつも桶狭間のようにはいかないものであると一人教えられていたに違いなかった。砂の股の城も静かに、ただ少々と大河の秋の訪れに吹かれていた。声もん。 ほ唐突だった。何を思い出したか、陶器楼から急に尋ね出したのである。以前のコロク島の野武士だった中には、諸国の生まれが雑多にいたろうが、その中に皆者も随分あろうな。おりまする。不破氷の生まれの者はいないだろうか。調べてみましょう。うん。いたら、これ、読んでくれまいか。 道吉郎は、今に言った。すると、八塚彦衛門は、やがて、以前ののぶしだった組の内から、鞘桑獣という男を、庭先へ拉致てきた。三十絡みの強そうな男に見えた。砂又へ来てからは、不審にも働き、馬屋方の役について、今では実直な家中の一命だと、彦衛門から言い添えた。 さや、そクワジュというか。はい。ミノのフワ軍の参加たるいの財でござる。では、あのあたりの地理には詳しかろうな。おとちまでは国におりましたゆえ、少しは。縁者はないか妹がおりまする。何しておる土地の農家に片付いておりまして、もう、こもあろうと存じます。帰りたくはないか、一度は。 そんな気は起こりません。のぶしの兄が帰ってきたと聞こえると、妹が夫の縁者や世間へ辛い思いをすると思われますから。もう、それは以前のこと。今ではス又城の家中、人角の侍、何の引け目もなかろうではないか。しかし、不破軍は西美野の幼地でございますぞ。敵国へ何しにああ、なるほど。そうであったな。 道吉郎は分かりきっていることに何度もうなずいて、そのうなずきのうちに意を決めたらしく、しからばその方にわしの友を言いつける。なるべく一目立たぬ皆にして、旅自宅であるぞ。宵いの口までにもう一度、この庭先の木戸まで来ておれ。と言いつけた。後で、にわかにどこへおいでになるお考えか 八ちすかひこえは、不審そうに尋ねた。その耳へ、藤吉郎は声を潜めて。いつはな、栗原山まで、と、囁いた。彦右衛門は本気かと、疑うような目をして彼の表を見直した。先頃から藤吉郎の腹中に何があるかは、およそ水量をつけていたが、 栗原山まで、と、出かける意思を聞いては、一挙せずにいられなかった。その、栗原山には今、近頃の孔明か、くすのきの再来かのように言われている、斎藤家の旧心、竹中半兵重春が、関挙している。その、半兵重春の人間についてだの、また斎藤家との関係など、先日からしきりに、 戦索していた藤吉郎であったので。さてはまた、うぬまの虎や三人衆を抜いて、織田の軍門に駒を繋がせた一方で。とは、およそ見当もついていたが、まさか藤吉郎自身が敵地深く入って、その栗原山を訪ねる気でいようなどとは考えられもしなかった。本当に。 お出向きになるお心ですかされば、真実なんで念を押されるか東一郎はさしたる危険とも大事とも思っていない風であった。初めてお見にだけ位置を明かしたわけだが、内密に行って参ろうと思う。数日の間、留守を頼む。お一人でいや、最善の鞘クワジを一名連れよう。 あの男を一人の友では、まるで素肌で行くも同じことを。そうして単身敵地へお入りあって、果たして栗原山の半兵重春を、守備を、お味方へ招くことができればよいが、それは難しい。と、一人ごとのように呟いて。が、動かしてみせるつもりだ。こちらが魔王フロを持って参れば、 たとえ、半兵衛茂春が、どれほど斎藤家に対して、近鉄のごとき、吉見を結んでおろうとも。彦右衛門は、ふと、自分が、はじ村で、切破された時の、東吉郎の熱意と弁舌を思い浮かべた。けれど、その雄弁と、熱意と思ってしても、竹中半兵衛を、栗原山から、招き下ろすことができるかどうか。 いや、下手をすれば山を下りても、半兵衛茂春の巨衆はいずれへ着くか不明と見るのが本当である。おだけでなくて、かえって斎藤家の尋問へ追い込んでしまうかもしれないのだ。そういう恐れは多分にある。現に風雪では。彼半兵衛は栗原山に隠れて、寒温夜閣を共に、 世界の因子となりすましてはいるが、一朝、九州、斎藤家の気球存亡の時とあれば、いつでも人頭に立つであろうとの世表もあるし。いや、事実すでに先頃からの織田軍の大衆を知りけたのも、彼が人頭にこそ立たないが、栗原山から十州の戦運を体感して、いちいち存料斎藤型に通じ、 軍旗の秘策を授けているからである。と、まことしやかに伝えるものすらある。難しい。と、東吉郎自身が言った通りの気持ちを、聞こえもんは、より以上に同感しながら大きくうめいて。難しい。それは、難しいお望みだ。と言った。そして、東吉郎の考えを、 いさめたいような顔をした。すると。いや、何藤吉郎は、急に自分から、難しげな顔をほどいて。そうまた、案じたものでもない。すべて難しいことは、存外優しく、優しいと見えることが、実は非常に難しいものを。要は、藤吉郎の真心が、半衛に通じるか否かにあろう。 相手が相手ゆえ、下手な策や小細工はせぬつもりだ。と、気軽を示した。そして、もうひそかな旅自宅をし始めているのである。おそらくは無駄と思いながら、彦右衛門は止めることもできなかった。なぜならば、日、一日と、彼は藤吉郎に対して、その知略にも度量にも尊敬を増して、 自分以上の器と信じ、人間的に、今では自分より、一目も二目も、上に見ているからであった。夕方になった。本丸の木戸口まで、約束通り、鞘桑獣は、旅支度をしてきて、佇んでいた。藤吉郎も、その桑獣に劣らない粗末な身支度をして、 では、ひこいもん、あとは頼むぞ。と、ついそこらへでも出かけるように旅立ってしまった。砂股から栗原山まではそう遠くもない。約十里もあろうか。晴れた日は養老の峰続きにもこと見えるくらいな距離である。だが、一睡の彼方は三本木の鳥で、川波の鳥で、クいせの鳥で。 大垣の城司と、往来という往来、すべて敵の要塞でないところはない。で、藤吉郎は遠く道を迂回して、養老軍の山伝いに不破へ入った。郷土、郷土人の人情や特性を知ろうとするならば、その郷土の参戦風土を先に見るにしくはない。不破軍は、 美濃の西部山岳のふもとであり、境界道への喉の首に当たっている。関ヶ原の秋草は美しい。無数の川が静脈のように縦横に走っている。古い歴史と数々の物語は、しかし皆な血なまぐさい過去の日として秋草の根に残っている。 養老の峰々は豪州との国境をなし、伊吹の山には絶えず雲が巨来していた。竹中半兵衛重治はこの辺りに生まれた。生まれたのは稲葉山だというが、幼少からその多くは伊吹山麓の岩手で育った。岩手には父重元以来の岩手城を持っていた。 鳥出作りの山城であるが、小なりといえども、一条の子であった。天文四年の生まれとあるから、彼は今年まだ二十九歳。白面の一軍学諸生でしかない。信長より一つ下、秀吉より一つ年上であった。なのに、もう乱世の巧名を見限って、栗原山に一案を結び、 風月を楽しみ、個人の書を友とし、詩を作り、滝居を割って、たまたま訪れる客にも、決して会わないという。里では噂だった。よほどな変わり者か、偽者か。そう言われていいはずなのに、かえって半衛の名は、身の一国に、人々から尊敬の的になっているのみか、敵国の終わりまで、 かんばしく聞こえている。見たい。これが、東吉郎の第一の念願であった。胸に測っている成功は、むしろ第二義的であった。あって、彼という人物を、親しく見たい。偽らない気持ちは、それである。同じ世に生まれ合わせた人間の仲間に、 そういう稽古な人血がいるのを愛もせずに過ぎてしまうのは口惜しい。ましてそれを敵に回したら、ついにそういう人血を殺すことに熱中しなければならなくなる。そんな遺憾はあるまい。人生の大不幸だ。彼が人を避けて会おうが会うまいが、とにかく俺はいって会う。 東吉郎の信念だった。成功を祈らない。不成功も思わない。単、雲の今年。という気持ち。せっか河原を経て、樽井の宿までかかると、友の鞘桑獣が。お道が違いますよ。栗原山は、この宿場から東へ行くので。いや、西だ西だ。東吉郎は先に立って、 いぶき山の方へ、すたすた急いだ。どっちが道案内か。と、くわじゅうは下打ちした。そう言っては、まるで方角が反対だからである。しかし、やがて一里ほど行き着いたところで、くわじゅうは初めて、とうきちろうの心がわかった。そこは、ふわぐんのうちの岩手号、半べいしげはるが、追い立った郷土だったからである。 東吉郎は、伊吹神社に参道の者のと称して、土地の田舎宿に二日ほど泊まっていた。そしてその一晩。国へのお土産話に土地の古老から珍しい話などを聞きたい。わしが酒を買うから、老人でも若者でも、夜分に遊びに来てもらえんかと、旗子の主へ頼んだ。 旅のお武家衆が酒を地層してくれるそうなと、土地の老人や若い衆たちは土畑へ遊びに来た。道吉郎は別にまた銭を与えて、亭主に蕎麦などをたせ、土ベリで酒を温めながら、まず自分から諸国の話をいろいろ持ち出し、やがて酒も程よく回った頃、 時に前のご上主だった竹中半兵衛様とは一体どんなお方かと、ぼつぼつそれについて郷土のものの話を耳袋へ集め始めた。病村氏母大山それはこの里の岩手城のある山だった。 半米重春の幼名を菩提丸と呼んだのはそれにちなんだのかもしれない。母なる人が大変信仰家だったから、あるいは仏教の方から名付けたのかもわからない。いずれにせよ重春は幼少から違っていた。天才的な子だった。天才は一種の奇形であるというが、半米重春も病弱だった。 青年の頃になると、その病骨は、なお、はっきり現れてきた。千病室という体つきである。痩せぎすで、色白く、耳は美しいばかり赤い。五さんに雪が降ると、こうさもうては、お城の若さまがまた、お席を据えてばかりいることだろう。 と、両民はすぐ思い出して噂するほど、弱々しかった。また、春になると、若様が、おばばへ通る、と、里の娘たちは、山桃の木に囲まれている、お馬や門から出て行く、上主の着しの姿を、畑から見るのを、楽しみにしていた。絵に描いたようだった。馬乗りばかまに、 色の袖なしを羽織り渋さのむちを手にしてぶ吹の巻へよく乗り回しに出るのだった16何かの戦いに初陣したお弱いという噂は消されて武勇の名が高くなった学問好きで書物ばかり読んでいるというふうにばかり聞いていた里人は あの、細いお体に、具足をつけるだけでも、痛々しいほどなのに、と、彼の武勇を不信がった。二度目、三度目と、半米重春の出陣が重なるにつれて、その武勇は、敵の首を上げたり、乱軍の中を切って回る武力ではなくて、死亡の勇だということが分かった。愚門に生まれながら、体がお弱いので、 弓や槍を取っては人に送るるであろうと、早くから孫悟の学問にお志になったものと見える。と、家臣の者は言った。前へも心を寄せた。菩提さん下に一時を立てて、知識と聞けば遠くからも招いた。旅の前奏なども絶えず止まっていた。それでも足りないで、半兵は、 京都の大徳寺へ、たびたび参戦した。そして、戦と聞くや、いつも早馬で帰ってきて、合戦に加わった。戦場に出る時の出たちはいつも決まっていて、それがまた有名になった。ドラゴモンコという立ちは、彼の愛用の名刀だった。具足は、馬の皮の裏をわざと表に使って、 それ、漆をかけたものであるから、粒漆が粗めに出て渋い好みであった。それを浅木色の木綿糸で脅したのを着ていた。かぶとも、古ねの地味なもので、前立てに実月が輝いている霧だった。ジンバリも、青木の木綿つっそでに、何の縫いも模様もなかった。こういう好みにも、 彼の性格がうかがえるが、そんな質素な姿でも、ひとたび人頭に藩兵衛が立つと。我が殿、先駆けに追わせば、軍中なんとなく重きをなし、卒後の端々までも心を休んじっけり。とは、藩兵衛について従軍した家中の者の日誌にも見えるところである。軍を見たまうこと、神のごとく。 戦うや過断、守るや玄、言、寮は後悔のごとく、恩芽は常になごみたまい、いかなる困難の時にありとも、開きたまえるためしあることを知らず。家中の者の筆記なので、幾分ひいきめがあるにしても、その変輪は伺うことができよう。そういったような、藩兵茂春の人柄であった。 その判例がまた、つい最近、ミノ一国を共闘させた話がある。事件は、ミノの内部の不統一を暴露するものなので、当時他国へは極秘にされていたが、終わりの隠密の耳には特に通っているはずである。今年の正月のことだった。ミノの各省は、 稲葉山の城へ登って、首相、斎藤達興に、例年の通り、ハイの礼を取った。その後、豪華なる主演となってから、酒の上の激論が始まった。それは達興があまりに時世に暗く、おごり長寿こういう席にさえ、日頃の長期をはべらせて、すぐに、十二の金を並べて、 女どもに引き競わせようとか。古生どもは皆女姿して、勾配、白梅をかざし、品お踊りをしてみせよとか。また、侍たちにさえ、馬に乗れの、曲のみを知らぬと、馬鹿げた座教ばかりを求めて、その強いることも極端なので、ついに目視できない色をなして、安藤伊賀の神が、恐れながら、 一年の計は元旦にあると言います。しかも時世は明日も知れぬ今日。ご死もおたむれもほどはよけれど、児童お心を国境に向けられて、戦場にお伏く子卒たちのことも思うていただきとござる。それを思えば、ここのお景色も見ておられませぬ。何がめでたいやら、この稲葉城には即々と滅亡の影が、 はよってくる心地で、それがしなど、よいもいたしませぬ。と、直剣を吐いた。辰王の顔が青くなった。それほどでなくても、すぐ眉に針を立てる人である。わがままほうらつは、父、吉達と似ているが、吉達ほどな幸福もなし、競輪もない彼だった。ふ、<laughs> 不吉な。と、ともに血相を変えながら、 達王のそばから行ったのは、稲の微中の神という重神の一人だった。祝賀の席上、稲葉山に滅亡の影が迫っているなどとは、了も了害。伊賀殿には、五島家の滅ぶのを願でてあらっしゃるのか。それからの激論だった。伊賀は国境の危ないことを、近頃、敵の手に築き上げられた。 すのまたの城を実証として、忌憚なく述べ立てた。敵の強さは、ごうも恐るるに足りないが、と前提して、達王旗の行場、国内の不統一、民心の幻差、目に見えない膨張をいちいち上げて、これでも滅びない栗があれば、手前は甲冑などは脱ぎ捨て、ウりを作って寝て暮らします。と、痛恨した。 同じ気持ちの者も,のも多いが、皆酒の気を覚まして沈黙していた。辰儀はいつの間にか美女に囲まれて奥へ立ってしまっていたが、やがて自身に例を伝えてきて、おしである。とのことに安藤伊賀は近所に囲まれて本丸の一室へ入っていったが、辰儀はいなかった。気がついてみると、 あたりの水道もすべて開かない。壁越しに、伊賀の使命である、献身して、お沙汰を相待て、という、ひねの備中の声だけがやがて聞こえただけであった。うまうまと、監禁されたのである。だが、殺しもせず、切腹も強いられなかった。こう、強圧的な処分はしたものの、備中の髪にも、 達沖にも、内心、はばかられる人間が一人いた。それは、安藤伊賀守の,の娘婿、菩提さんの上州、竹中半兵だった。病身なので酒も飲まず、また死中一言も発せず、席に沈面と控えていたからであった。病骨とはいえ、半兵重春の日頃を知っている者は、衆都の 安藤伊賀の神が監禁された、と知っては。よも、このままでは済むまい、と見ていた。ところが、やがて半兵衛は、免職も動かさず、弟とと、おいとましようか。と、傍らの実定、旧作を促して、静かに席を立ち、水の引くように、城を下がってしまった。辰置は、後で、 なぜ彼も捕らえなかったかと、ひねの備中を責めたが、事実は、半米の立ち方があまりにも静かで、まるで女性のごとくしとやかだったので、備中の髪ばかりでなく、並みいる他の所長も、気を飲まれたというのか、つい放心したまま見送ってしまったのであった。必上、恨みを含んで、謀反するに違いない。 そのようなさのうち、菩提さんを取り囲んで、キャツの城を召し上げてしまい、達王旗の命に、ひの備中はすぐ稲葉さんの兵を引いて、不和軍の岩手へ向かった。ところが、半兵茂春は、それに一死も報わぬのみか。病中なので、と、代わりの使者を立てて詫びを入れ、弟の 竹中旧作を人質として稲葉さんへ渡し、あくまで従順な証を見せた。五さんも山下の城も一月中は雪に埋もれている。その戦略の雪の下に両村氏半兵衛は門を閉じて慎んでいた。こうやって二月の二日、彼はかねて言い合わせておいたものと見え、 国境の兵、わずか十六名を愚し、身には常用の馬の裏側の粒塗り道を着込み、青木木木面の裾で陣羽織に虎ごもんの一刀を背いて、突と、実に突如として、稲葉さんの城、この手に取ってみせん、と豪語して出かけた。それより、二日ほど前に、 稲葉さんに入っている人父の弟旧作から、持病再発、家電の薬を持たせて、看護の者四五名を送られたし、という手紙が来ていた。その時、差し向けた家来は、ちょうど前日あたり、城内へ着いた頃であった。夜半だった。半兵は十六名の家来の後ろに佇み、先頭の者が、 呪文を叩いて言う。牛作様、ご帰徳との給簿によって、はせつけました。稽古の番詞は、それは不審である。看護の衆は、先に薬を持って通った。という。ご帰徳だ。下級の折、何でも通せ。何でもとは何事を、通すことはならん。通せ、通さん。 おしもんは、二三名に任せておいて、その間に、半兵茂春以下、十三名ほどは、井口城の胸付き坂を駆け上り、二の丸門も同様な手段で突破し、本丸の注文まで来ると、先に入っていた腹心の家来が、化病を唱えていた旧作とともに、内から開いた。竹中半兵茂春、ただいま途上。軍港に直感のこと、これあるなり。 まず、ネイシンバロに、目にもの見せてくれん。彼の体温情に驚いて、次々と出てきたもの、六七名まで切り伏せられた。番頭、斎藤肥田守、長井新八郎、新五郎の兄弟などである。折悪く、ひねのびっちゅは居合わせなかった。その突風、一瞬の間に、茂春の部下、竹中全左衛門は、 金の丸へ駆け登って、金を打ち鳴らした。上兵も、斎藤達夫木も、身内の侍が、急を城下の直産へ告げたものとばかり思っていたところ、何ぞ計らん、木更木の寛夜を陰陰となり渡った彼と共に、稲葉さんの山下を、戸へ畑に囲んだ兵は、半兵重春の手勢千余りと、周東安藤伊賀の神の家中、 二千余りの軍馬だった。辰王の狼狽ぶりは、これまた、後々までの語り草だった。彼は驚きのあまり、藩兵を正すこともせず、また、石も報わず、わずかな軍臣と一部の城兵に守られて、命からがら祖先の城を立ち抜き、稲葉郡黒の村のうがい城へ逃れてしまった。こうして、 安兵衛茂春は、たった16人の老刀を持って、稲葉山城を占領してしまったが、もとより謀反の心ではないので、城下に呼んだ3000の兵には、源として軍律を立て、また、岐阜の町々、人号にわたっては、立ち騒ぐことはない。お前たちは影を守っておればよい。これは国内大乱とは違う。安心して、土着しておれ。 う意味の布告を回し、寺院などへはことに書状を添えて、村々の百姓へよく輸出するように伝えた。だから、稲葉山城は一夜にして秋城となっても、半兵茂春がそれに座って、城下の平和は少しも乱れなかったが、市林の国々はその実相を知ると、 彼の希望短略に共闘した形で、この潮に、とばかり争って、彼に勘を通じてきた。曰く、身の分け取りにしようじゃないか。こっちからも、物資兵力を、いくらでも貸すから。曰く、この折に、断たつ葬きを、打ってしまうがよい。そして、そこもとと国境の役を定めて、 共に長く栄えるの刑を立てようではないか。また、曰く。そこもとが、世の国と結ばなければ、世の兵力は、達をを援護するかもしれない。などと、あらゆる動括や工事を携えて、浅井、朝倉、武田、北畠などの使者が、藩米を地獄へ引き入れにやってきたが、藩米はその奴隷も、 同じ笑いを持って、何をうろたえて、お見舞いにお越し下されたか、ほんの些細なる内政のさじでござる。そこもとたちのご主君が、反米をご覧なされたいならば、戦場までおこし賜まわりたい。いつなりとも、反米水産、お目にかかり申すであろう。と答えた。彼を引き入れに行った死者のうちには、 おだけの使者もあった。信長は、章もって、身の反国を当たるが、この際、随身の意はないか、と言い合ったのである。もちろん、兵米に突っ返された。兵米は間もなく、自分の意思を主君へも、天下に向かっても、明らかにしてみせた。城を、辰沖に返し、何も言わずに、越前の浅池へ、 去ってしまったのである。しばらくそこに触覚していた。浅井家でも引き止められたが、たもとを払って、故郷の岩手へ戻ってくると、自分の居城を、叔父の竹中重利に預けて、自分の一命も、連来研鑽してきた兵学も、それを捧げ尽くすべき主を見失って、 なんだか近頃は世の中がつまらなくなった。霧を吸って机に頬杖をつき、ぼんやり山でも見て暮らそうと思う。と、一族の者に十回し、これからは心のまま不自由のないところにも楽しみ、また不自由の中にも楽しむ。という気で一人送りたいから、わしの住まいへは、 誰もおと唱うてくれるな。出家したと思うてくれ。そう言い残して、菩提山の城も捨て、祭祀も捨て、ただ一人栗原山へ登ってしまった。山に一案を結び、自ら滝を割り水を汲んで、孤弱な山中人になりきっているとは、ひこりや漁師などの口から風の頼りには聞こえてくるが、 里の者も、求心たちも、まだ誰も許されて、その町の半米に、親しくあったものはないのであった。以上、畑の路端に膝を組んで、郷土の人たちから聞き取った話のうちには、藤吉郎がすでに知っていたこともあるし、初めて耳にすることもあった。いずれにせよ、 竹中半兵衛なる人間の輪郭と精神とは、およそながら、東吉をの胸に頷けたに違いない。旦那様、なんで一体半兵衛様のことを、そう根掘り葉掘り聞きたがりなさんのだね旗子の主も村の者も、果ては少しいぶかって彼に尋ねた。わしは見た通り、武道で世に立つ考えで、 諸国を改優しておるものだから、半米茂春殿について、一年でも二年でも、軍学の修行を遂げたい気でな。実は、それでやってきたわけだ。ふふ弟子入りなさろうというお考えでかなそうじゃ。それや、断られるに決まっているがな。わざわざ栗原山まで登っておっかされたら、馬鹿見ますぞい。やめなされやめなされ。 口を揃えてみないった。そういう領民たちの印象から押して想像してみても、半衛茂春の人間嫌いは、かなり徹していると見える。人一,一倍人間臭い自覚を持っている東吉郎は、そこを問わぬうちから半衛と自分との対面を想像してみて、思わず苦笑の込み上げてくるのを覚えた。 遠面とまで行けば、もう閉めたものだが、先は、雲みたいなものである。妙理を捨て去った人間というものほど、どうにも動かし難いものはない。帰り見て東吉郎は、偽らない自分に問うてみると、わずか年も一つ違いでしかない半兵に対して、赤面を覚えるが、妙理というも勝者に過ぎるほど、 欲望だらけ、煩悩だらけである。例えば今、すのまたの一条を、あっさり捨てきれるかといえば、決して捨てられない。かわいいネネを捨てられるかといえば、なおなお捨てえない。妻は愚か、一人の家来でも、なかなかあっさりは捨てきれない彼から考えると、半米は合わぬ先から、確かに苦手と思われた。 そんな苦手へ向かって、こんな苦労をなぜするか。東吉郎は、それも自分へ質問してみた。翌日、岩手を立ち、晩は南宮山の麓村に一宿し、そこへただ一名の友の鞘桑銃を残して、全くただ一人、いよいよ栗原山へ登りかかった日も、途中行くたびか。 なんでそんな苦手な人間を無理に山をくだらしに出かけるかを考えてみた。要するに、藤吉郎自身、藤吉郎という人間をよくよく改めてみると、途方もない体浴の入れ物なのである。喜怒哀楽と呼ぶ愚かな者はみんな盛り上げている番である。課長風月にも連母の城にも、 骨肉の愛にも、等しく心を動かし、涙を催さずにいられない大凡物なのである。この体欲の凡物を持って生まれて、誰が持て余しているかといえば、他人ではない、彼自身である。そこで彼は、持て余すまい、よく生かそうと、自分の天性を自分の努力で練夜している。 冬後の日みたいな熱意を普段にそれへかけている。今登っている栗原山もその熱意が踏んでゆくのである。が、それだけで彼の体欲は完成できない。東吉郎はそれを知っている。自分の求めているのは自分と全く反対な妙理なき人物であった。凡物とはあべこべな。 非凡であった。それも、偽物でないことだ。非凡、天端の死は、何も天下とまで言わなくても、織田家にだけでも少なくないが、すぐげやすい君子ばかりだから、使うとなっては、その使う道に困る。三中人。そう。 高い山ではない。一名を岡ヶ浜というのでもおよそ知れよう。その栗原山は南宮山の続きで、親に寄り添うこのような形をしていた。頂の近くまで来て。ああ、難しい。詩人でない藤吉郎も思わず恍骨として落日の荘厳に打たれていた。鶴瓶落としという秋の日が、もう、 くれかけてきたのである。余談にわたるが、後年、関ヶ原の駅の折には、この南宮山には毛利の軍勢が陣し栗原山には夏河正家、山下には長祖壁森近と、いずれも西軍方が布陣して、家康の東軍を伺ったものであったが、ひとたび石田三谷の主体の階段から、一度に時をあげて敗走している。 宝家にとって、恨み多き、古戦場の一つになっている。今、若い東吉郎は、そこに立っているけれど、自分の死後、ここに宝家の瓦解を早めた、関ヶ原駅の陣が敷かれようなどと、神雷の海、どうして思っても見よう。青野ヶ原の彼方、三の大海の山々の影へと、 装備な遊具物色だけ残して、刻々沈んでゆく落日の大飛行こそ、さながらやがて大阪城に勇徒の多根と新編の条根を残して、人事の名ずるところ、ついによう自死さらねばならなかった自分自身の、後の姿にもそのままであるなどとも、元より若い彼は空想もしなかった。 彼の頭は今、どうしたら本兵茂春を味方にすることができるかしか考えていない。ついそう考えるが、また、いやいや、作詞に策を持って当たるなど、下の下作、白紙になって会うに限る、虚心坦懐ただ自分のこの一生懸命だけを言ってみよう。と、腹を持ち直すのだった。 ところが肝心な半兵衛の住まいがまだ知れない。いずれわびしき草案だろうが、日の暮れるまで見当たらなかった。東吉郎もまた急がなかった。暗くなれば自然、灯火がどこかに灯ろう。いたずらに歩いて方角を誤つよりも、その方が楽で早いというもの。そう思っているらしい。とっぷり暮れるまで岩根に腰掛けて休んでいた。 やがて、一つのサークボを隔てた彼方に、ポチと明かりが見当たった。うねぐねと上り下りする細道をたどって、ようやくそこに行き着いた。赤松に囲まれた中腹の平地である。槍きの一層庵と思いきや、粗末な荒れ土ながら土塀が広く巡らしてある。近づけば、塔下も点々。 三つ四つは奥の方に見える。穴井を壊なくても平はあるが、いかめしい門批などはない。竹網戸があるばかりだ。風にゆらゆらと動いて中は空いている。これは広い。陶吉郎は黙って入り込んだ。そこから中が松林である。門から奥の方まで細道がついている。 松落ち葉のこぼれているほか、ちりひとつない感じである。ご本庁も進むと、ようやく、家らしいものがあった。牛が鳴いている。牛部屋があると見える。パチパチと火の外れる音がして、煙がそのあたりから立ちこめてくる。藤吉郎は立ち止まった。しみる目をこすっていたのである。しかし、 一陣の山風が来ると、煙はさっときれいに拭い去られてしまう。見れば、かまど小屋で一人の道じが、かまどの下へ枯れすぎなど、焚きつけているのだった。とるど、道じはそこに佇んでいるちろ郎の影を見つけると、怪しんで寄ってきた。おめつ使いかおらかそうだよ。自分は、 微州、小田家の真、木下藤吉郎というものだが、お取り次ぎを願いたい。誰にさ、ご主人に、いないよ、おろすだよ。んとにおろすだってば。お帰り。同時は去ってまた、かまどの前に座り込むと、薪などをくべて、振り向きもしない。山上の宵入りは冷ややかだった。藤吉郎は、 冷たい旅を撫でながら。おじさんにも少し当たらせておくれ。い、と、同時と並んでかまどの前にしゃがみ込んだ。変なやつ。と、言わないばかり。同時は彼の横顔を白い目で一別したきりで答えもしない。寒いな、夜分は。山の上だもの、寒いさ。赤座、コリ、ここは寺じゃないぜ。 らは半衛先生のお弟子だ。お小僧じゃない。はははは。何を笑うのさ。いや、悪かった。お帰りよ。知らない人なんか黙ってかまど小屋へ入れたなんてわかると、先生から後で叱られちまう。いや、おじさんが後で先生によく謝っておくからいい。会う機会これはここまで登ってきたのだから、会わないうちは山を降りるものか。涼しいな。 終わり者は、大地おじさんは、終わり者じゃないか。いけないのか終わり者は、先生は嫌いだよ。俺だって嫌いだ。鉄国じゃないか。うん。そうだっけな。しらばっくれて、おじさんは、見ない何か探りんでも来たんじゃないか。ただの旅なら、さっさと通ったがいいよ。カセの台が危ないぜ。これより先へ通りようはない。ここのお住まいへだけ来たんだから。 何しに来たんだいニュモン氏に参ったのだ。ニュモンオラみたいに、先生の弟子になる機会うん。お前とも、兄弟弟子になるじゃないか。いずれ仲良くしなければならない二人だ。意地の悪いこと言わずに、先生へ取り継いでくれ。飯の焦げないように、かまどの下は、わしが見ていてやるから。いいよ。いやだよ。意地が悪いな。おり、この通り。 奥で先生のお席の声がするじゃないか。それやするさ。先生は夜になると席が出るんだ。体が弱いから。それごらん。さっきはウルスだと言ったくせに。いてもルスでも同じだよ。どこの国のどんな人が訪ねてきたって、あった試しはないんだから。よ、時節を待とう。うん。またおいで。よ、この鴨戸部屋は暖かくていいから。 しばらく、登留させておいてもらおう。冗談、ほいよ。帰れってば。本当に怒り出したと見え、同時はつったじざま、一括を喰らわせた気で言った。けれど、かまどの赤い日に、てらてら揺れ動いている藤吉郎の笑顔を睨んでいると、いくら怒ろうとする目も、怒れなくなった。同時は彼の顔をじっと睨みつけているうちに、はじめは、 嫌やな奴や、と思っていた感情が、だんだんそうでもなくなってきた。小熊、小熊。檻もよくその時、確かに半兵茂春とおぼしき声が、同時を呼び立てていた。同時はその声に、ピリッとした身ごなしで、はい、同期郎を置き捨てて、 クリアから奥へ駆け込んで行ってしまった。なかなか戻ってこなかった。そのうちにかまどの上の大鍋から焦げ臭い匂いが漂い出した。人の食べるものとは思われず、藤吉郎は慌てて蓋の上の尺紙をつかみ、大鍋の底をかき回した。かちぐりや関西などが混じっている黒米粥であった。 貧乏症とよく人に笑われたりするが、彼は貧農の家に生まれたので、米粒を見ると、母の汗を見るごとく、おろそかに思えなかった。侍になった今でも、茶碗の飯に向かうたび、中村の母が思い出された。どうしたのだ、あの当時は。焦げる、焦げる。こいつはいかん。ありあう雑巾を取って、 焼けている大鍋の鶴を掴んで持ち上げた。そして、かまどの脇へおろしかけた時である。火の中の竹の節でも跳ねたように、ズドン、と、鉄砲の音が壁土を揺さぶった。音に驚いて、かまど小屋の暗い隅から、リスやら、イタチやら、はしこい獣の影が、もんどり打って外へ逃げた。ご ト吉キチは、大鍋を覗いたまま、お指び腰になって、粥の底を、なお、かき回していた。おうん。ありがとう、おじさん。おう、コグマ殿か。焦げつきそうであったから、鍋をおろしておいた。二加減も良いらしい。おうお、ほらの名を覚えたんだね、おじさんは。今、奥の方で、半米先生がそう呼んだろう。どうだ ついでに先生、取り継いでくれたか呼ばれたのは他の4さん。取り継いだって無駄なことを先生に聞かせても怒られるだけだからやめた。はてさて、お前は死の言いつけを守ることが固いな。関心だ、関心だ。チェ、安が何を言っていら。いや、その通り。俺にとっては歯がゆいが、わしが死ならそう褒める。だから嘘じゃない。 すると、やや離れているクリアの板敷に、誰か死息を持って立った。小熊小熊とそこで呼ぶ声に、東吉郎も振り向いてみると、あたりの透けた闇をそこだけ切り抜いたように、霞に小桜染めの小袖を着、それ、後梅色の腰子をまとった十七八の麗しい乙女の姿が、その白い手に持たれている、 明かりの中にゆらゆらと見えた。何ですか、おゆう様。子熊はもうその前へ行って用事を受けていた。用がたると小桜ぼかしの袖は火と共に暗い牢を滑って壁の後ろへ隠れてしまった。今のあたりときちが聞くと、先生の妹子様だと、その美を わが死の庭の花と誇っているらしく、小熊はこれだけは非常に素直な返事をした。頼む。どうか念のため、一度でよいから奥へ取りついでくれ。行けないと言ったらいるから。本当に帰るかい帰る。きっとだな。小熊は念を押して、とうとう奥へ行ってくれた。けれど、すぐ戻ってくると、花草を掘るように言った。 嫌だとさ、客に会うのは一切嫌だって。案の定叱られちまった。さあ、おじさん、帰っておくれ。これから先生にご飯を差し上げるんだから。では、今夜は帰ろう。そして、改めてまた出直そう。素直に折れて、東吉郎が立ち去りかけると、そのせい。来てもダメだよ。小熊は浴びせていった。 藤吉郎は黙々と戻った。彼は闇もいとわず、ふもとまで降りていった。友の最悪は獣を残して、ある農家まで行って寝た。明くる日、起きれると、彼はまた山自宅して山へ登った。そして、日の暮れ方。とのもうと、昨日と同じように、半兵茂春の山屋敷を訪れていた。 昨日はクリア働きの同時などを相手にしすぎたので、今日は玄関とおぼし、入り口へかかって訪れてみた。ところが、おう、と、答えて出てきたのは、昨日と変わらない小熊だった。あ、また来たね、おじさん。今日は、おいにがえるであろうかいかがか先生の行為を伺ってもらいたい。小熊は奥へ取りついだのか 取り継がないいで行っているのか、すぐ取って返してきて、断るとおっしゃった、と相変わらず二べもない。藤吉郎は丁寧に、ュコロボ、またご機嫌のよろしいりに伺い直そう、と帰った。一日置いてまた登ってきた。今日はお会いくださろうか。小熊は形のごとく奥と底を往復して、たびたびうるさい。 と、おっしゃった。と、ありのまま断った。その日も、藤吉郎は、木年と帰った。こういう風に、何遍か訪問した。しまいには彼の顔を見ると、子熊は、笑ってばかりいて。おじさん、根気がいいね。だが、いくら根よく来ても無駄だぜ。この頃は、奥へ取りずいだって、先生も怒るより笑っていらっしゃる。んで、相手にしないんだよ。と、言った。 少年は親しみやすい。彼と彼とは、もう憎み合えない馴染みになっている。東吉郎はそう言われても、また明くる日は昇ってきた。ふもとで待っている鞘桑獣は、主人の気持ちが知れなかった。竹中半兵何者ぞ、今度は俺が行って、今日までの無礼をなじってくれたい、などと腹を立てた。それは、 数えると、ちょうど十度目の訪問だった。その日は風雨がひどく、少々と寒くさえあった。藤吉郎は、桑十にも泊まっていた農家の者にも、根節に引き止められたのであるが、身の傘を借り受けて、押して登っていったのである。夕方、行き着いて、例のごとく門に立っておとなうと。はい、どなた様ですか 珍しく、そのゆうべ初めて、半兵衛の妹といつか小熊から聞いた女性が出てきた。まいまいうるさくお尋ねもし、先生の御意にあえて逆らうようにて、教職いたしておりますが、主君の使いに立ち、お目にかからぬうちは、帰国もなりがたいものでござる。使いして、訓命を恥ずかしめずとは、侍傍行の身の当然にてもござれば、 二年でも三年でも、お心にかなうまでは、お尋ねする覚悟でござる。それにてもなお、叶いがたき時は、腹を切るまでと決めておりまする。あれ、人一倍、部門の辛さもご承知の半はるど殿と存じ上げ立てまつる。よろしゅう、お言葉添えのほど、あなた様よりも。やれびさしから、 雨だれの激しく落ちしぶいている下に、藤吉郎はうずくまって訴えた。感動しやすい若い女性は、それだけでもう心が動いたようだった。お待ちなされませ。優しく言って奥へ隠れた。しかし再び見えると、さも気の毒そうに告げた。なんとも、兄のカタクではございますが、せっかくながらおひき 取りくださいませ。いかようにお通いくださいましても、会うのは嫌と申しきっておりますゆえ。そうですか。藤吉郎はさも落胆したようにうつむいた。また、教養もしなかった。その方を、ひさしの雨だれが打ちたたいた。いやもあえません。では、また。改めて、ご気分のよいおりを待ちましょう。 傘をかぶって雨の中を所然と帰りかけた。そして、いつもの松林の小道を縫い、土塀の外へ出た時である。おじさん、小雲が追いかけてきた。そして彼に告げた。あぶとさ、会ってあげるとさ、戻ってくるといいよ。え、うん、では、半米先生が、わしに会ってくださるとか。 藤吉郎は小熊と一緒に足を早めて戻ってきた。が、そこには半兵衛の妹のお湯が待っていて。い,いえ、あなたのご誠意に感じて、兄があわねば悪いとは言い出しましたが、それもゆうではございません。今日はこの雨さに、節死の中におりますから、多実こちらから迎えを差し上げた折、来ていただきたいと申しますので。 と、断った。と吉郎が思うには、おそらくこれは、この女性が自分を気の毒と思い、自分の去った後で、兄の半兵衛、すがって取りなしてくれたのではあるまいか。ふと、そんなことを思った。いつでもよろしい日、お使いを賜れば参じます。親とはふもとの南宮村の百姓、大きな欅の木のある、 萌えもんが家に泊まっております。では、雨でも晴れましたら、お待ち申しています。お寒いでしょう雨に濡れて。かまど部屋で、お袖でも乾かし、粗末ですが、芋がゆうなと、召し上がって行ってください。いえ、他日の参上を楽しみに、おいとまいたします。彼は雨をついて、山を降りていった。雨は翌日も、次の日も、 降り続けた。栗原山は白雲に包まれたままで、使いの沙汰もなかった。ようやく晴れ上がって、山の秋色はすっかり新たになった。はぜ、うるしの木などの、早いもみじが真っ赤になりだした。おじさん、迎えのを使いに来たよ。朝だった。ぐ熊は、しげえもんの門へ、牛を引いてやってきた。 ご案内申してこいと先生がおっしゃった。今日はお客さんだから乗り物まで引いてきた。これに乗ってきてください。と言うのである。それと半米からの招き状一通。開いてみると。総員の病骨へ、たびたび、主の好きなるお尋ね。お志も出しがたく、そちゃ一つ、検事いらすべく、待ち上げ申し上げそうろ。 立山陰誌。微州、風格のへ。少し人を食ったような文言である。合わぬうちから随分付き合いにくい人物らしく伺える。東吉郎は何と読んだか。では、せっかくの乗り物、いただいて参ろうか。牛の背、またがった。小熊は山へ向かって歩き出した。 今日の南宮山から栗原山は秋空に鮮やかであった。このふもとへ来てからこんな鮮明な山陽を仰ぐことは初めてだった。やがていつもの土兵門へ近づいてくるとそこに佇んで客を待ち顔の歌人の姿が見えた。いつぞや見た折よりも美しく見出しなみをしたお湯であった。お これはわざわざ。東吉郎は慌てて牛の背を降りて、そこからは彼女の案内に導かれた。どうされて、彼は一室にぽつねんと置かれていた。家計の水音がそうそうと耳を洗う。風畜が窓を打っている。まことに山中の環境らしい荒土と 松の丸柱に過ぎない床の間を見ると、夢という一時の欲服がかかっている。誰か前家の筆跡らしい。よく退屈せずに住んでいられるな偽らない気持ちで彼はそう思った。ここの主人の真実が怪しまれた。自分には三日も住んでいられまいと思う。 こうしている間でさえ体が持て余されてくる。耳は松風や鳥の根に現れていても、頭は砂股へかけ小牧山へ通い、血は風雲にふつふつと騒いでいる。全くここの弱と彼とは別物であった。いやあ、お待たせしました。後ろで若い声がした。 それが主人の竹中半兵衛だった。若い。それはかねてから知っていることだったが、声に接して特にまた、そんな気がした。主人が松田に座って挨拶しかけたので、東吉郎は慌てて、いや、恐れいる。どうぞ、どうぞ。初めてお目にかかります。それがしは、美州織田家の新木下。と、言いかけるのを。 半兵は、ものわらかに抑えて。堅苦しい挨拶は、そうではありませんか。今日お迎え申したのも、そんなつもりではありませんから。道吉郎は、何か先手を打たれた気がした。自分がいつも人へ言う手を、主に先へ言われてしまったからである。拙者が、この山賀の弟子、半兵です。今日はよう、お越し下された。 いやずい随分、しつこくお門を叩いて、さぞ、うるさく思われたでしょははは。<laughs> 正直、迷惑つかまつった。しかし、お目にかかってみれば、そこもとのようなお客と、たまに会ってみるのも、気晴らしというもの。今日は、ごゆるりなさい。座を変えて、半兵衛は、東吉郎へも席をすすめ。お客人は、 一体何を求めて、こんな山がえお越しでござったか。ここはいわゆる山中長物なし。ただ、鳥のねあるのみ、ですが。座は客より下へとっているが、目は微笑をたたえて、風来の客をほんの気なぐさみに扱っているという様子。東吉郎はここでじっと、無遠慮な目を持って彼を見つめた。 なるほど。丈夫な体ではないらしい。肉は薄く、表は青い。しかし、甲子名簿である。分けて、唇の赤いのが目につく。そうじて、人品のいいことは、老いたちの良い性にあろう。物静かである。話は、小声の方で、微笑を持って物を言う。けれど、このままが、 この人間のありのままかどうか疑問である。例えば今日の山は山と戯れて遊びたい気のするほど平和であるが、いっそ屋の嵐には谷は吠え、木々は叫んで吹き飛ばされそうだった。よ、ご主人、実はですな。一瞬、藤吉郎も目を笑いのうちに溶かすと少し肩を突き出していった。 あなたをお迎えに来たのでござる。主君の命で。どうですか山はおりませんか隠居は老後にでもできようではありませんかそれも、凡仏なら知らぬこと。あなたのような優位な罪が、こんな山中に早くから、干挙なさろうとしても、それは世の中が許すことではありません。どうせいつかはご主観になるに決まっている。とすれば、 我が主君、織田信長様を置いて、天下に誰かありましょう織田家随身をおすすめに参ったのでござる。いかがでしょうもう一度、戦軍の中に立ってみるお気持ちはありませんか半兵は、ニヤニヤ聞いているのみであった。笑って答えず、という姿である。藤吉郎が、どどと解く舌先も、こういう相手には、 花ははだ熱意がそがれる。柳に風である。聞いているのかいないのかわからない。彼はしばらく舌を休めて、何とでも半米が言い出すのを素直に待っていた。そしてあくまで策なく虚職なく、白紙でこの人に対そうと自分を辞していた。そのうちに半米の手からはたはたと、 軽い風が立てられている。傍らへ寄せた白土の千茶炉へ、さっきから三つ四つの墨のかけらを継いでいたが、火箸を置くと風雅な唐内輪を取って、塵の立た,たぬほどに炉の口を仰いでいるのだった。日が起こる。瓶の湯がたぎる。その間に茶菌を持って、主格の小さい千茶茶碗を脱ぐ。 たぎる湯の音に湯加減を聞きはがっているらしい。手切れである。卒がない。しかし、随分気が長い。藤吉郎は足のしびれを感じらしたが、その間、次の言葉を言い出す隙が見つからなかった。 気がつけば、自分がルルと述べたことなどは、松風の彼方に飛んでしまっている。安兵衛の耳に何も残っていないらしい。いや、ただいま申し上げたことについてのご返事はどうでござりましょう六高や待遇のお報いを申し立てて、両持って誘うなどは、あなたのご出労を促す道でないと信じますゆえ、さような条件がましき義は一切申しません。 ただ、小国ながら、後日、天下になすあるお方は、我がご主君を置いて他にないことと、あなたのごとき人物を山賀に口させておくことは、この乱世にもったいないことであると、世のためにも。言いかけたとき、主人の膝頭がきっと向いたので、思わず息を継ぐと、半兵衛は静かに茶卓を差し伸べて、 茶なと一つ。と言った。そして自分の手も小さい茶碗を受けて舐めるように茶をすすっている。その他に何の心もないように、幾口にも味わっている。お客殿。おランはお好きではありませんか春蘭も良いが、秋蘭もなかなか良い。乱乱と申すと 乱の花ですよ。これから三四里も山の深くへ入ると、断崖絶壁に太古の梅を含んだ乱があります。それを下べの小熊に取らせて、人たち移してみましたが、お目にかけましょうか。い、や、あ。慌てて、東吉郎は止めた。ようです、手前には。おさようかな。生来の部活者で。 無骨なれば、なおさら稀には、んの一花にでも対して、静かに慰められたがおよろしかろう。と、思うこともないではござらぬが。うちにあっても、夢は千夜をかけているくらいに、自分はまだ初々決起です。お田家の微心にすぎません。そういう暇人の気持ちは、理解いたしかねる。いや、そうか。無理もないこと。 だが、そこもとのような人間を、そうアクセクと、好利につからせて、ご自身、もったいないと思わぬかな山中人の人生にも、なかなか、深い意義もある。どうでござるのまたなど捨てて、そこもとも、この山へ、一案を結んで、引き移って参られぬか正直は、ぐにも等しいものだろうか 無策ということは結局知恵なしを意味するものか。ただ誠意ばかりでは人の心を打たないものなのか。わからなくなった。陶器郎は黙々山を降りていった。虚しくである。ついに虚しく、彼は半衛の住まいから帰るしかなかった。何の、たかが。 反感に燃える目で後ろを見た。今は憤りしかない。未練もない。今日の初対面は、低欲く翻弄されて返されたものである。いや、二度と会うものか。二度目には戦場で、半兵の首を下へ置かせて、将棋から見分してやる。そう思った。唇を噛んで誓った。礼を尽くし、恥を忍び。 行くたびも下げた頭と通い歩いたこの道が尺である。楽しまない。もんもんと思う。もう一度振り向いて。ギリギリすめ。何の意味でもなく罵った。多分、半兵衛の青白い顔と痩せた体が思い出されたからであろう。奮前、早足になった。 そして片側に断崖を望む曲がり角へかかると、半命の家を建つまでこらえていたものを不意に思い出したらしく、弾崖に立って谷間へいばりを払った。一条の発酵は途中からさっさの霧となって飛んだ。道吉郎は放心して天を仰ぎながら用を足していたが、住むとすぐ。 愚痴はやめた。と言った。そしてもっと足早に、ふもとまで駆け下りていった。茂げえもの家へ帰ると。クワジュウ、クワジュウ、思わず長旅になったが、明日は帰国いたそうな。朝早く立つとしようぞ。と言った。その元気な顔色に、友の鞘やくわじゅは、さては、 竹中半兵衛殿と良いお話になったに違いない、と察してともとも喜んでいた。自分とクワジュウにしげえもんの親子など加えて、その夜は立ち振る舞いして寝込んだ。何も考えず彼は眠った。クワジュウはそのいびきに驚いて時折目を覚ましたほどだった。が、考えてみると、 毎日栗原山の上まで通った肉体の疲れと心脳は、はために見ていてさえ並大抵ではなかった。一遍にご苦労が出たのであろう。そう知ると桑中のような無骨者でも涙ぐまれてきた。少しでも、人の上に立とうとするには大変なものだな。しみじみ主人の努力を感じた。 けれど、その結果が失敗に終わったことは知らないのである。世が知らむか知らまないうちに、藤吉郎はもう旅自宅を済ましていた。つゆを踏んで村を出た。村の土民の家さえまだ寝ているのが多かった。待って、クワリュ。ふいに彼は立ち止まった。 日の出の方へ向かって、木年と突っ立っているのだ。海のような朝霧の上に、栗原山はまだ黒かった。その後ろから、かくと、日輪の登ろうとする左雲が動いているのである。いや、間違った。東吉郎はつぶやいた。えがたい人物を得ようとして、わしは来たのだ。 えがたいのは当然だ。わしの誠意は、まだ足りないのかもしれぬ。大事をなすに、こんな小さい塗量では。彼は、くるりと振り向いて。クワジわしはもう一遍、栗原山へ登る。そちは先へ帰国せい。言うと、にわかに道を戻って、朝霧の山裾へ刺して、どんどん行ってしまった。 彼は今日も山へかかった。いつになく早めに中腹まで登ってきた。すると半米の環境にもうほど近い山芝のろやかな沢辺で、おやと彼方から声がした。半米の妹のおゆうと小熊であった。彼女は草加ごを腕にかけて牛へ乗り、小熊は手綱を引いていた。驚いたな。呆れたおじさんだな。 もう、こ料理りしたもから、今日は来まいって、先生もおっしゃっていたのに。と、小熊は、さもさも、びっくりしたように、目を見張って言う。牛の背から降りて、おゆうはいつもと変わりなく挨拶したが、小熊は、おいさん、今日ばかしは、本当によしてくれよ。昨日おじさんと会って話し込んだものだから、先生は夕べ熱が出だっておっしゃっていた。 け朝だって、不機嫌が悪くって、おらまでが奥ごとだ。と、訴えた。失礼なことを。おゆうは彼をたしなめ、藤吉郎へもわびていった。決して兄は、あなたにお会いしたために伏せったわけではないが、少し風心地らしく、今日は不死度にいるので、お越しの趣きは伝えておくが、どうか、足からず、今日のところは、 それとなく、彼の尋ねを断った。それは、ご迷惑でしょう。思い止まって立ち返りますが。と、懐から矢立てを出して、開始へ、こう書いた。官中に官なし、鳥中に意してか、陣中に勇あり、姿勢さらに弱。三軍無心。しかも、おのずから巨来数。 一骨、渦むところ。兄、生山に限らん。死になっていないことは自分でもばん知っているが、自分の死ではあった。その後へ、もう一筆加えて。衆をいず、雲の行方はいずこにや、西にそろか、東にそろか。小願持ちなものと、さぞ、お笑いでござろうが、 これが最後でござる。ただ、一筆のご返事を、これにて待ちます。その上にも、君命、果たしがたき時は、このーベにて、切腹して、あや出まする。何とぞ、もう一度のお取り次ぎを。昨日よりも今日の彼は、全く真剣であった。切腹という言葉も、奇弁でなく、その熱意から、 我知らず出てしまったのである。下げすむよりも彼女はむしろ同情を深めて、その踏みを兄の病床へ持って帰った。判明は一目見たままで、うんもすんも言わなかった。ご飯日も名目していた。夕方になった。今日も、 月の夜に入りかけた。子グマ、牛を引け。急に言い出したのである。外出する様子におゆは驚いて、布子や道服を熱く兄の身え着せた。安兵衛は牛に乗って出て行った。子グマを道案内に沢へ降りて行くのだった。見ると、 彼方の芝地に飲まず食わず、なお全坊主のようにあぐらを組んで座っているものの影が月下に見える。遠方から漁師が見つけたら狙いそうな格好である。半兵衛は牛を降りてつかつかとそこへ近づいていった。そして、東吉郎の前へ自分も座った。 人間に頭を下げていった。客殿、今日は失礼した。病骨の山中人に過ぎないこの方へ、さりとは何を見どころにご執心か、もったいないご礼儀ではある。死は、己を知る者のために死すとか言う。あたりはいたさん。心に刻み置く。 下たが仮染めにも、ひとたびは、斎藤家に随心いたした半米でござる。信長には使え申さん。あなたに使えよう。御美に、この痩せすがれた病骨を侵税を。それ申しに、これまで参った。果実来の失礼は、許されよう。当言。 久しく戦いもない。美の両国はいずれも守備を固め、雪と小らしにこの冬は任せていた。少し平和と見ると旅行者の数や二打の交通は目立って多くなった。正月を越え、やがて通りの目や花が色づくと、街道の庶民は百年でもこのままな無事が続くように思ってあくびしていた。 稲葉山城の白壁にも、日長の日が当たっている。滝と剣体の影楼が、そこの白壁にも見て取れる。そんな日に、絶頂の山城を、麓から仰ぐと、なんだってあんな高い剣祖な上へ、不便を忍んで城を建てたものか。と、その心理が怪しまれるくらいだった。城下の民は敏感だった。 自分たちの中心が緊張していればすぐそれを感じ、抱きに満ちていれば彼らも共に抱きに満ちる。いくら考察ばかり朝席に立てても本気には取らないのである。徒長期は眠っていた。桃ぞろの茶亭で手枕のまま酔いつぶれていた。春の真昼である。鍋ぞろやら水鳥やら近くの泉で泣いている。 ひひとして花が飛ぶ。囲まれた本丸とはいえ、そそり立つ山の上なので、風のない日は少ないと言ってよい。のは、のはどう遊ばされた一族のう藤クロエモン、それとい井や人の二人が探していた。高級のさん三んとは言わない。けれど、一生すれば百ょうず。 言えるぐらいな美人は何人かある。次女、老女まで入れると、その数も桃園の桃より多いほどだ。それが群れをなして、ただ一人のダミンジが冷めるのをポツネンとすることもなく、猛戦や将棋に並んで待っていた。お疲れと見え、お茶屋のうちで、おより遊ばしていらっしゃいます。両手を入れか。 黒江門と隼人は、むせそうな女たちの間から、茶亭の内を覗いた。達王樹は鼓を枕に、長くなっていた。顔見合わせて、では、五国にでもまた、さりかけると。誰じゃ、男の声がするわ。辰王は赤い耳をもたげて、黒江門ではないか。隼人もいたか。何しに ここは花見の席。さては、酒が欲しいな。二人は密談できたらしいが、そう言われてからでは、鉄国の情勢などと固くなって告げるのも控えられた。夜にでも、と伺っていると、夜も主演。明日にでも、と待っていると、明日も真昼を豪華な還元の会である。セームを見る日は、 七日に一度もなかった、所持老心任せである。が、幸いにも、その中には、斎藤家三代にわたって、この乱国の中に、主家の誠意を維持してきた、老練の師や、古妻者も多くいた。今を支えている力であった。主君の達沖は達沖としておいて、その重心層は、 決して、春民をむさぼってはいなかった。絶えず、小田家の情勢をそこに集めている。長い井隼人の手から放った艦長の報告によると、小田家でも昨年夏の大敗に懲りて、もう再起もおぼつかないと自覚したか。この春は信長も、都から佐藤の女王を招いて茶会に暮らしたり、昭波を呼んで、 伝が百印を催したり、至って無事を頼んでいる。との消息だった。信長が美濃を望むのは、吉本が終わりの攻略を必要としたように、そこが中原へ進出する段階だからである。単に、一美濃の兵団が目的ではない。斎藤家の老身は最近の信長が、 極めて生活を楽しんで、いもない様子と聞いて。もはや身の入りは、兵や軍備を失うばかりと、諦め果てたものと見える。という、係数的な判断を下していた。要するに、その消耗と収穫とが、引き合わないから断念するに至ったものだろう。という考え方であった。ところが、 その昇降状態は夏の終わりまで待たなかった。七月の裏本家を過ぎるとすぐ聞こえてきた。小牧山から終わりの閣軍への悲惨の使いが頻品と飛ぶ。近く、太平を催す模様らしい。城下もなんとなく色めいている。旅人の検察は厳しくなった。進化の深夜途上も多い。 馬室の調発が行われた。具足しへ修理に出してある鎧や物の具を、家中の侍は皆、最速に争っている。など、などなど、相次ぐ情報なのである。信長は、そこを垂らすと、いや、城内は相変わらずで、進行まで狭間に赤赤と灯しみが望まれ、どうかすると掘り水に、悠長な農官の音や、骨積みの、 鳴り響いていたりすることもありますが、と、小牧山の城下から帰ってきた情報の者も、確たる自信はないようなことを言う。それか、月の末、八月に近づくと、がぜん、信長の兵、退去して、およそ一万魚、続々と成城、木曽川の東岸一帯に陣し、砂た城をねじろとして、今にも、押し渡らんぞ、犠牲に見えますぞ、となった。 自流に驚かない無関心に慣れている人間は、驚くとなると、驚くのに極端である。辰王は、誰よりも騒ぎ立てて、まだ適当な対策を持たない、老身重身の面々を、一層、老媒させた。一万とは、嘘であろう。織田家に一万の兵を動かす力はない。また、今までの合戦でも、そんな太平を模様した例はない。 辰王は、そんなことを言った。それは事実に違いなかった。しかし、今度は、その小田家が一番の兵を集合して、現に、各角の配置と、武将を揃えてきたに相違ないと、長者の調べを表にしてみせると、辰王は初めて、すわ、あの向こう水が、大爆地を打つで寄せおったぞ。どうするか、それを追いのけるには。 骨髄から恐怖して、重心たちへ測った。そして、困った時の神頼みで、平常は、このましからぬ親父どもとして、主君から敬遠している、美野の三人衆。安藤伊賀の神、稲葉与の神、氏家日立之助などへ、休止をやって、招けと命じた。大せまでもなく、特使いは馳せてありますが、今もってそのうちの誰一名。 駆けつけて参りませぬ。重心の答えに。さらば、最速をやれと、達王自身が筆を取って、それぞれ、早馬を飛ばせた。それでも、来ないのだ。三人衆のうち、ただの一名も、稲葉山城へ駆けつけてくるものがない。うぬまの虎はどうしたキャツは、前々より、不審な毛病を唱えて、こもっておりますれば。 当然、当てにはなりません。そうだ。と、辰王は何か天雷の名作でも思いついたか、獣神たちの具を笑うように、急に元気づいていった。栗原山へ、死者をやったか、半兵を呼べ。何、なぜ早く迎えをやらぬか。この後に怠まんな。すぐ、やれ、直ちに、すぐに。獣信たちはすぐ答えた。 いやお大を待つまでもなく、栗原山の竹中氏へは、事態の急をつぶさに告げて、数日前からたびたび下山があるようにと、最速の使者を出しておりますが、動かぬのか、と、辰をきは咳き込む。そして、不平そうに。なぜじゃ、なぜ半兵衛は、すぐにも母体んの手勢を引いて、駆けつけんのじゃろう。これは、中心のはずなのに。と、 つぶやいた。中心というものは、普段はまっすぐなことばかり言って、苦々しげな顔のみ見せて面白くないが、一朝有事の時にはどう知り添けられていても、誰より真っ先に駆けつけるのが当然なものと、達王旗は飲み込んでいる風だった。すでにその半衛茂春は、一度主君を、 この城から追うほどな敵々しい歓迎。ではなく、実行をもって、辰王を懲らしめている。そして、辰王を迎えて、城を返すとともに。こんな城が、頼むに足りないことは、お分かりでしょう。一言残して、山へ去ったものである。同時に、地震の母さ山の城までも、おじゆ譲って、無力の一員子になったものだ。 その際。そうか。兵衛は隠居して山へ隠れたか。あの病身では方向も煙遠いのであろう。と、彼の辞表を認めて、秋のやれ扇ほども惜しまなかったのは誰でもない達置自身であった。兵衛が去ったからには兵衛の衆とも一族の者も,も自然、土上の足も遠ざかるであろうと、 むしろサバサバした顔で忘れ果てていた達置だった。とはいえ、彼は中心だから、かつてのことはともかく来るはずである。来なければならないと彼は不平に思うのだった。もう一度、使いを立ててみよう。まだ世に対して何か起こっていんのかもしれぬ。無駄とは思ったが、重心たちは四度か五度目の死者を。 栗原山へ向けた。死者は、焦然と帰ってきて、ようやく、お目にはかかりましたが、半兵様には、ご催促の書面を配して、一言のお答えも、それにはございません。ただ、はらはらと、落いなされて、世にもご不憫な大衆ではある、と、ため息を漏らされたきりでござりました。と、苦命した。 それを聞いて達沖は、何わしを不倫だと何のことじゃそれは漠然と、ただ揶揄されたように受け取ったらしい。むっと色をなして、病人など、頼りにすなと、老親を知ったした。いや、そうした往復に、日を過ごしている痛まもなかった。すでに織田軍の太平は、木曽川の吐傷を開始し、 斎藤家の軍勢との間に猛烈な川中線が巻き起こされていた。刻々に、稲葉山城へは、お味方不利、とばかり告げる廃報が来た。達沖は不眠症にかかって、目も常にすまない色をしていた。城内もがぜ然、混雑と夕食にあふれて、彼は本丸の桃園に幕を巡らし、将棋を据え、 きらびやかな武具と直心を周りにいっぱい置いて、軍勢が不足なれば、諸言へ向かって、さらに最速を重ね、城下の兵力は十分か浅いけ、味方をからずともよいか大丈夫か強々と、声ばかりかんだかく、むしろ指揮を自分の動機と共に、ひるますような言葉をしばしば口滑らせた。夜に入ると、 心ある老身は、辰王のそうした心理を、武士たちに反映させまいと指示を、傍らにいて苦心した。夜に入ると、もう、この稲葉山から見える距離まで、戦いの火は精神してきた。攻め入るに従って、民家に火を放ってくる、織田軍の炎の後ろだった。 関東一票。夏は暑み、加納の平野から、西は高度、鹿児島など、長良川の流脈へ渡って、織田軍の行進は日夜進んでいた。8月の延暑だった。夜は夜で焼きたてる町や村々の火が空を焦がしていた。破竹の勢い、という言葉通り、早くも月の7日頃には、 敵の本拠地、稲葉山へ近く迫った。その配置を見ると、先方は案内者として、木下東吉郎の兵、約一千。二番、柴田権六勝家、森三左衛門の手兵、およそ二千よ。三番、池田勝三郎、さっさ倉之助、前田孫四郎敏家の二千人。軍艦は、柳田出羽守。 これについでは、信長の本人をめぐって、美衆の精鋭が帰化として参戦。後人は佐久間信盛が二千余人を率いる。総人数、一万という兵力は、織田信長として、この時初めて持った太平なのである。彼の覚悟のほどもそれでわかる。終わりとして、これは名実ともに、 巨国一致の動員だった。ここに敗れれば、終わりもなく、織田もないのである。しかも、ここまでは攻め入ったが、稲葉山城の点検に迫ると、戦いは進まなかった。連日、苦戦に落ちた。自然の妖怪が物を言い出してきた。それに斎藤家三代に仕えた競合も多い。分けて織田軍の惨めだったのは、 武器のされあった。国府の程度がまるで違う彼には、鉄砲という神鋭な武器が、かなり蓄えてあった。小田方にはない鉄砲組というものが、すでに斉藤家には組織されていて、城下へ寄せてを寄せ付けては、山腹から狙い撃ちにした。早くから美濃の鉄砲組が発達していたのは、遠い以前に、 斎藤家を浪人してしまったが、ここに明智十兵衛光秀なる特学な一青年がいて、かつて鉄砲の研究に没頭し、その基礎を残していった貢献なのである。それはともかく織田軍は連日の援書と苦戦にようやく疲れ出してきた。もしもこの際、斎藤家と大海なり伊勢なりと連絡を取って、 背後を襲う者が現れたら、一万のカバネは、再び故郷を見ることはできなかった。何よりも不気味なのは、ちょうど寄せての総軍を後ろから見ている形に、喫然と夏の雲を追ってそびえている栗原山から南宮山、また菩提山などの動きだった。いや、その方面は、ご懸念には及びません。 時折、本人へ見える木下東吉郎は、自信を持って、しきりと言うが、信長は不安だった。遠巻きの戦法も不作。短期にかかって兵を損じるのも不作。いかにせば、稲葉さんの点検を落とすことができるか。信長は苦慮した。陣中の表議は繰り返されたが、明暗とではなかった。その結果、 藤吉郎の一作が用いられて、彼は一夜、先方の隊から姿を消した。彼が、寄ての中に見えなくなってから、一日置いた次の日頃であった。稲葉山城の山脈の裾が遠く、東南しごりの果てにつきて、宇ぬま街道とひだの山街道とが、山中で交差しているあたりを起点として、 わずか十名ほどな福神の武者原を従え、そこからさらに、裏谷へ入って、汗みどろに、随流寺山の一方へよじ登ってゆく彼の姿が見出された。一向、十名ばかり。感動の険しさは、言語に絶している。誰もこの峰口が、遠く稲葉山城の絡めてまで続いているものとは、 伝送もされないほど、距離も距離だし、一峰一峰、絶縁された形になっている。藤吉郎の他には、八塚彦右衛門、弟又十郎、梶田たはと、さやく稲田大井、青山新七などのかつての古六島の人たち。それに、先頃藤吉郎に振幅して、深く彼の恩義を感じているうぬまの虎。 大沢次郎左衛門が先に立って、その大岩の根から谷へ、かしこの渓流を越えて、向こうの沢へ、と案内して進んだ。谷も道も極まったかと思えば、そこの絶壁へすがる富士鶴があった。峰をめぐって、もう彼方の山へ渡るすべもないかと思えば、熊笹のうちにかすかな隠れ道が、 谷へ通じている。もはや絡めてまでは二里ほどの山道。この山絵図をたどってお越えあれば、城の水門へ行き当たりましょう。お別れいた人はなけれど、お許しに甘えて、それがしはここにて。二郎左衛門は途中で一行と別れ、一人後へ帰って行った。元来が義に強い男である。 東吉郎に心腹して、今は二心ないものとはいえ、一度は主人とした斉藤家である。その本城の感動へ道案内に立つことは、心中苦しそうだった。東吉郎はその心根を察したので、わざと途中から返したのである。一休みして、誰進もうか。残るクリンは、 また、黙々と歩み続けた。二里といえば近いが、道なき道である。少し行っては、山江津、山江津と、東吉郎はそれと首っ引きになって隠し道を探した。はてのあたりの山陽と山江津とが、どう見比べても合わなくなった。何より、 目印の軽流の水脈も違っている。迷ったぞ、戻れ。そのうちに日は沈みかけてくる。暑さはずんと楽にはなったが、的確な方向はつかめなかった。道に迷う牢は刺しても思わなかったが、東吉郎の胸には、稲葉さんの正面にある味方との間に、示し合わせてある戦記がある。 明日の夜明けという時刻に狂いが起こると、寄せてたる味方に大きな手違いを与えてしまう。それが、刻々に暗示られた。お、待、ま、った。稲田王位が手を振ったのだ。突然なので、皆、ぎくとした。怒りが見える。と、王位は一同の注意を求めた。こんな山中に、しかも、 敵上の感動にあたるところに、滅多な灯し火のあるわけはない。大方もう城近く来ていて、敵方の山見張りの小屋でもあるに違いない。そうだ。気をつけろ。油断を戒しめ合いながら、一行はすぐ身を伏せた。なんと言っても、のぶし時代の期待があるので、どれも皆貧瘍だった。あくにも、よじるにも、最も困難らしいのは、 藤吉郎であった。殿、殿、これ、おつかまりなさい。彦右衛門は岩山の途中から彼の前、へ槍の塚を伸ばした。藤吉郎がそれにすがると、彦右衛門は片手に彼を引き上げながら、一つの断崖をよじ登った。高原へ出た。さっき見た、一つの灯し火は、そこから西の山の裂け目に、夜の濃くなるほど、 明らかに瞬いていた。感動の板書があれに見える一点の明かりとすれば、当然、道はそこを一筋と限られているに違いない。いずれにしても、と、一同は、そこを突破することに腹を決めた。ご、待て、と、と、一ろは、早くも清う面々を制していった。 番ご屋の人数はおよそ知れたもの。恐るるにたらむが、怖いのは稲葉さんへ合図をされることだ。呪ばがあれば、いずれ小屋の近くゆえ、そこを探って第一に二人ほど立て、それから打ち漏らした番子が急を告げに駆け出すことだ。その際に半分はすぐ裏手へ建て。黙って。おのおのの影はうなずきあった。もう。 獣みたいに血を吐い歩いていくのだった。ともしびの光は近くなった。小道をあだってそこの谷懐へ吐いのぼった。意外だったのはブーンと朝畑の朝が匂ってきたことである。蕎麦畑もある。山ねぎや桃も生えている。ほての、朝畑の中で 東吉郎は首をひねった。小屋の屋根作りや畑の様子が、どうも万死の小屋とは思われなかった。おやまるな。見てまいる。東吉郎は朝の中を、朝のざわざわ騒がぬほどに、そっと張っていった。小屋の中が見えた。ただの土民の家でしかない、ひどい暴ら屋である。じっと、 朝畑から伺う,うと、薄暗い塔かの中に、二つの人影が見える。一人は老いたる母と見え、後ろの上に平たくなって寝ていた。また、もう一人はその子と見えて、老母の腰をもんでいるのだった。藤吉郎は鎧やたちに固めている身も忘れて、息もせず見とれていた。 同母の髪はもう白く、子はたくましいが、まだ十六、七歳にしか見えない。彼はその母と子が人の姿とは思われなかった。突然、中村の我が母と自分の少年の頃と見せられた心地がしていた。おや母の腰を揉んでいた若者は、 急に鋭い目をしていった。おっさん、ちょっと待ってくださいよ。なんだか変だ。なんじゃ、マスケ。と、老母も身を起こした。急に虫の音が、旗と鳴きやみましたが。また物置きへ、かかりに来た獣じゃろう。いえ<い>、強く被りを振って。獣ならば、ほかげの刺しているうちは寄りつきません。 ずかずかと縁端まで出てきたと思うと、いつもったか若者の手には山刀が抱えられていた。だらだ、そこに忍んでいる奴は声と共に。静かにせい。陶吉郎は朝畑の中からざっと青い色を削がせて突っ立った。驚くかと思いのほか若者は瞳を凝らして、 じっと彼の方を見ていたが、やがって。なんで、誰がと思ったら、柏原鳥でのお侍さんか。と、つぶやいた。同期郎はそれには答えず、振り向いて、後ろに潜む人々へ、手を振って号令した。小屋を包め。家の中から駆け出す者は切り伏せ。十名近い愚足の武者は、朝畑から身を起こして、 とっさに小屋の裏も手を囲んだ。なんで物々しげに、おらの家など取り巻いて。モスケと呼ばれた若者は、そうつぶやく間に、自分の前へ歩み寄ってくる東吉郎へ、咎めるようにまた行った。この家には、俺とお袋様と、たんだ二人しかいやしない。親一人、子一人だ。何も行んそうに、取り囲むことはあるまい。一体、何の用だい ええ、お侍さん。縁に突っ立ったまま、そう言っている眼差しは、慌てるどころか、むしろ落ち着きすぎている。平弊している。藤吉郎は縁の端へ腰を駆け込んで、話しかけた。いや、我が物、念のためにいたしたことだ。驚かしてすまなかったな。何もおらは驚きはしない。けれど、母じゃとはびっくりなされた。謝るなら。 おらのおふくろさまに謝るがいい。不敵なことを言う。ただのミンとは思われなかった。東吉郎は声の内を見回した。これ、これ、モスケよう。お武家さまに向こうて何を失礼なことばかり言うぞや。もし、どなたさまやら存じませぬが、世間の衆と交わりもたって、 礼儀もわきまえぬわがままな山がものの子でござります。どうぞ、お許しくだされませ。老母は少し進んで、子に代わって東吉郎へ詫び行った。おお、おもとがこの若者のおっかさんかはい、さようでござりまする。礼儀もわきまえぬ山がものの子と言われたが、どうしておもとの言葉遣いも、 この若者のし魂も、世の常の土民とは見受けられぬ。い、ええ、もう、お恥ずかしい山が暮らし。冬は狩りをし、夏は炭巻きを里に出して、細々を過ごしている親子でござります。今はそうでしょう。けれど、以前はそうではござるまい。少なくも、とは由緒あるもの動かないであったに違いない。 手前は、斎藤型の家臣ではないが、司祭あって、この三冠にさまようできたもの。お元たちに害はない。差し支えなくば、ご素性を、おおかし賜わらぬか。と、母のそばへ座り直していたモスケが、不意に尋ね出した。お武家様、あなたも、微衆なまりがあるね。終わりですかん わしは中村の生まれだがえ、中村じゃあ、そう遠くもない。おらは庭君、ごきその生まれだ。おしからば、お主とは同国だのう。ゅ州のごかしなら、何でも申します。父は、堀を頼むと申し、私は、嫁をこたろう。今は、すけと言っております。父は長らく、庭君小口の取り出にいて、信長様のご一族の、 織田下の神、信清様に仕えていました。はっ、それは危険。信清様の進化とあれば、信長様のご家中も同じこと。ですが、信清様には、あるご不平から、一族の信長様に弓を引き、斎藤家に利用されて、井野へ、内通なされました。そうだ。岩村長と殿が戦死し、続いて前田命を。 今の前田孫志郎年江殿が、牛手を命ぜられて、ご一族の中にありながら、他年の合戦であった。私の父も、その戦いで相果て、また主家もついに滅びました。そこで一人の母と共に、美野の忍べを頼ろうと、この山里まで来ましたが、所詮、美野と終わりとは、行く末合戦の絶えない国、美野の恩をはめば、 終わりへ弓を引かねばならず、終わりに住めば、信長様に敵対した、無本人の家来の果てよとあざけられます。で、この山中に小屋を建て、自分で耕やし、自分で来て、細々ながら母を養うてきた次第でございまする。この若者が、後年の、堀尾茂助義春だった。もっと詳しく言えば、終わりご基礎の人、 堀尾義久の子で、幼明二王丸、後小太郎といい、結発してモスケと改む。というから、あるいは随流山の山賀に土民となっていた頃は、まだ小太郎と称していたかもわからない。道吉郎秀吉と彼との主従の縁は、この時に結ばれたものだったが、それから、静ヶ岳七本槍の一人にも名が見えるし、晩年には、いずも、 沖の二カ国二十四万国を領し、六十九歳で世を終わるまでの四十四年間というものは、戦場を築して無名の聞こえをとった人だが、生涯無人のよく言いたがる手柄話というものは人に語ったことがなかったという風うな性格だった。それはともかく、東吉郎はモスケを見、 モスケ親子の口からその身の上などを聞いているうちに、これは良いものにあった。と、心中、大きな喜びを感じていた。彼がその股に一つの地位というものを得てから、乾いたたえ水を引くように求めているのは人間だった。人間の中の人物だった。その人材に対しても彼のは、一つ使ってみてから、 使えたら使おう。というような行き方ではなかった。花畑か。と、見込んだらいきなり掴み取って抱擁してから後、徐々に自分の使い物とするといった気合だった。寮母を持つにもそれで言った。古い杜氏や絵画や仏像などを鑑識する者が、その芸術を監督して判断するよりも、もっと鋭敏な。 そして、早い勘を持って、彼は人品の真偽を見分けた。いや、帯の上、よく分かった。ところで、モスケとやらのハーゴ、あなたは我が子、まさか生涯山賀の炭焼きや獅子酔いにしておく気ではあるまいが。どうじゃこの息子を、わしにくれんかご老母の身ぐるみ、もらい受けようではないか とはいえ、わしも大変ではない。織田信長様の家来、木下東吉郎という者。事業は低いが、まだこの通り、若いのが取りえと言おうか。わし自身がまだやり一筋で、これから世に出ようとしておるものゆえ、盲は主従とも苦労で行こうというのだ。どうだいやか、と、東吉郎は 親子の姿を当分に見ながら言った。モスケは、え、私を、と、目を丸くした。老母もまた、夢かとばかり喜んで、鼻じご、ごいたすにも、織田様のご家中へ仕えるなれば、お命を受けた戦に果てた亡き妻も、どんなに喜ぶことか知れません。と、はや涙さえたたえ、モスケを、お受けして、 土上の会えないお命を注いでたも、と言った。元より、モスケに依存はない。立ち所に、主従の約束はなった。なると同時に、藤吉郎は、この若年な新参へ。実は、稲葉山城の絡めて忍ぼうと志してきたが、道に迷い、ここに山へ座るが、虚しく途方に暮れておる。 方向始めにはちと大役だが、そっちに案内役を申しつける。努めてみよう。と、命じた。モスケはなかなか返事をしなかった。東吉郎の持っている山絵図を一見させてくれという。そしてしばらくそれを見て試案していたが、やがてようやく折りたたんだそれを東吉郎の手へ戻しながら答えた。かしこまりました。 そしてまた、皆様、腹ごしらえはいかがですか弁当は二食分お持ちですかと、尋ねた。携えてきた腰氷郎も道に迷ったので、もう追っつきていたところだった。絡めての水の手までは、わずか二リハンばかりですが、どうして二食分ぐらいの弁当は持たねばなりません。モスケは、早速、冷え飯を炊き、味噌、梅干しなど添えて、自分とも、 十人分ほどの弁当を作った。浅縄は一筋輪にして持ち、腰には火打ち道具、父譲りの伝来の刀、身軽に装って。じゃあ、母上、お供して参ります。いきなり合戦に出会うなどということは、ご方向には最先の良いことですが、分次第では、これがお別れにならないとも限りません。その折は、 モスケはなかったこと。お諦めくださいまして。さすがに、別れるとなると、親子は切なそうであった。東吉郎は見ているに耐えなかった。軒場を離れて、朝畑から真っ暗な山の根を見回していた。道母はいざと立ち出て行く息子を、モスケ、モスケ、と呼び返して、 これに水を入れて、持っておいで。途中、必ず丘は気になるに違いない、と、壁に吊ってあった大きな福部を外して手渡した。これは良いもの、と、陶器郎のみでなく、彦右衛門も、も他の者も,のも喜んだ。これまでの途中も、水に窮したことは一通りではなかった。水流山一体、岩石の蛾が,がたる山なので、 清水の湧き出ている場所は極めて少ない。そしてまた、峰の上へ出れば出るほど水が乏しい。大きな福面なので、この一票に水を張ってゆけば、十人のカツをしのぐには十分足りる。小屋を出て、闇を歩き出した。絶壁へかかるとモスケは鍵縄を投げて、岩松の根にかけ、自分が先へよじ登っては、 一道を引っ張り上げた。ここは感動のまた感動です。と、モスケは言った。もう少し楽に越えられるところもありますが、それへ出ると、欅谷の鳥出だの、赤川道の番所だのという、一箇所もある見張りへ引っかかりますからね。そう聞いて東吉郎は、さっき山絵図を示した時、モスケがそれを見つめたまま、 容易に承知の返事をしなかった彼の用意のほどが分かった。まだ、わらべ臭いところもあるが、朝からぬ心自宅のあるやつ。と、東吉郎は心の内で、なお、モスケに愛を増した。一票の水は、皆十名の者の,の汗になってしまった。夜もやがて、明け近いのではないかと思われる頃、モスケも、 大汗を吹いて、顔疲れきっていては、戦もできないでしょう。ここで、人ねりなされてはどうですかと、あかった。東吉郎は、寝るもよいが、と、うなずきながら、一体、ここはどのあたりか、城の絡めてまでは、まだよほどあるのかと聞くと、つい、そこの下です。と、モスケは、真下の谷を指さした。え、そこか 驚いて一道が景色立つと、モスケは手を振って制した。もう大きな声も出してはいけません。ひょっと風の方角では城内へ聞こえます。東吉郎は、そこの谷間へ望む岩角まで張っていった。谷間を埋めている木々の闇は、底知れぬ湖のようだった。じーっと、いつまでも瞳を凝らして見ていると、その木々の間に、確かに、 巨大な石の壁や柵や暗屋根のような影が見える気もする。んここはもう敵の真上と見える。よし、一ネ入りとしよう。夜の知らぬまで。彼をはじめ十人は固定を枕に大地へ寝た。ボスケはもう水のない福辺を手ぬぐいで巻いて陶吉郎の枕にと、そっと と主人の頭の下へ当てがった。一時も寝たろうか。その間、モスケだけは一人眠らずに、少し離れたところに突っ立っていた。お<う>そのモスケが声を放ったので、藤吉郎はすぐ首をもたげて、なんだ、モスケ。モスケは東を指さして、 太陽が昇るところです。と答えた。言われてみると、夜はしらみかけている。この山頂の他は、すべて雲の海の病病であった。すぐ真下だという稲葉山城の裏谷さえ何も見えない。開けた。夜は開けた。呼び合いながら、蜂塚彦衛門も起きる。弟の又十郎も起きる。稲田大井も起きる。梶田早 長いの盛らも起き上がる。そう、打ち入りましょう。早むしゃぶるいして、ぐ足くの尾や、足ごしらえなど、直しにかかると。いや、待て。それよりは、飯を食っておくことだ。道吉郎は、腰を据え直した。夕べ、モスケの小屋を立つ時、用意してきた二食分は、ちょうど今朝の一食でおしまいになる。水はもう、含めになかった。 しかし、ヒーる雲の大会を眺めながら、柏の葉で包んだ冷え飯を食う味は、生涯、忘れえまいと思われるほどうまかった。食い終わる頃、うっすらと、下の谷間は霧が晴れかかってきた。敵の絡めてだ。食の架け橋を思わすような、ツタカズラの張った架け橋が見える。絶壁が見える。巨大な青ごけの生えた石垣やら。 咲くなども見える。そこは、日当たらずの沢、と呼んでもいいほど、暗くて清掃な風が絶えず吹いていた。のろしずつは藤吉郎が見ますと、かじった早がすぐ答えた。手前が携えています。そっか。それをモスケに預けて、のろしの打ち上げ方をよく教えておけ。ほ、モスケ殿。はい。これへ来い。 はやとは、のろしずつと、や薬入れ等をそこへ出して、モスケに伝授していた。モスケ、心得たか東吉郎は、やおら立つと、そしてもう一度、モスケに念を押した。これからわしたちが、絡めての水門口を見つけて、そこから切って入るが、そちはここで耳をすましておれ。そして、何でも大声が聞こえてきたら、途端にこっから、 のろしをあげるのだ。よいか、ぬかるな。わかりました。モスケは、がてんして、のろしずつのそばに立ちながら、いさみたって、谷へ降りて行く主人たちを見送っていた。が、少し不平そうな顔つきでもあった。モスケも、ついていきたいのである。雲の海は、土涛の姿を起こし始めた。やがて、脳尾の平野は、 その下から明らかに見えだしてくる。たちまち、真夏の朝だ。朝から広く照りつける。稲葉山の城下は、ながらの水も町屋の辻もすぐ目の下だった。けれど、人影といったら全く一っ子一人見えなかった。どうなされたろう。日は高くなる。モスケは、 気が気ではなかった。やはり、初めて戦に臨むせいだろうか、胸ばかりワクワクしていた。すると、突然、ダッだ,だだだダッと、筒音がこだまして聞こえた。モスケは、その途端から夢中だった。しかし、自分の手で、中天へ打ち上げた呪しの煙が、シュルッと、青い空へ、イカが墨を吹いたように流れたの。 その目は確かに見届けていた。天から降ってでも来たようにである。城内の絡めてに八九輪の敵が歩いていた。それも至って落ち着き払った顔して雑草の生い茂っている広い空き地をあなたこなた見回しながら歩いてきたのである。 で、初めは、その姿を見つけた稲葉山城の兵たちも、味方とばかり思って、付近の薪倉だの、もみ倉などの胸の下で、たむろしながら、朝の氷楼を食って、雑談などをしていた。連日の戦とは言っても、それはこの広い城郭にあっては、大手の正面だけのことで、ここの絡めてと言ったら、ほとんど、観光鳥や、 昼ほとどぎすの声さえするほど弱とした点検だった。どうかすると遠く大手の七曲がり口や井の口坂の方でバチバチ小銃の音が聞こえてきたりすることはあるが、絡めてを守備しているわずかな兵は、やっとるな。ぐらいなものであくまでここらは戦争圏外と心得ていた。氷炉を使いながら、 藤吉郎たちの影を眺めていた斎藤家の兵は、それでもやがてふと不審そうな目を向け始めた。おい、なんだろう。あれ来た瞬間ん変にうろうろしておるじゃないか。あれ、作際の番書を覗いておるぞ。青までからどなたが見割りに来られたのだろう。どなただろう。そう。いつもと違って。 物の具をつけるとわからなくなる。おや一人がかまど部屋から燃え差しの薪を持っていったぞ。何をなさるつもりだろう箸を持ったまま見ていると、火のついた薪を持って走った一人は、薪蔵の中へ入って山と積んである底の芝へ火をつけ始めた。一人に習って、また一人、また一人、続いて炎を運んでは、 他の位も投げ込んだ。で、できた。タムロしていた上兵が初めて飛び上がって絶叫したのがおかしかったのか、彼方に立っていた道吉郎と蜂須賀彦右衛門は振り向いてニッと笑った。上兵はどう失って、と、大変と叫んだり、こ、ここだ出会えとわめえたりしたが、 急に藤吉郎たちへかかってくるものもなかった。嘘みたいに悠々ううと、藤吉郎主従のものは予定通りな行動を終わった。それあとは、決戦があるばかりである。敵もたちまち、何何敵だと武者だまりのあたりから、また水門口の方面からも、どっとここへ殺到した。 七つ八つ胸を並べている倉庫からはもう濃い黒煙を吐いていた。堀尾も助の打ち上げた呪しの音がその上で響いた。藤吉郎は彦右衛門と他一人を連れたのみで煙に紛れて城壁の内側を西へ西へ脇見もせず走り、やがて七曲り口の木戸へ来ると、ここだここだ打ち破れと絶叫しながら、 途中、関の雑兵を切って奪い取った槍の先へ、やらい、携えてきた霊の福部をくくりつけたの、兵舟詩に振り上げ振り上げしてはどなった。すでに、のろしを見るやいな、城下に木を待ち構えていた織田軍は、七曲り口、百曲り口、井口坂の大手の上り三道を攻め詰めて、その一手は、早くも七曲りの木戸の外まで押し寄せていたのであった。 随所に、相当な激戦はあったけれど、もろくも稲葉山は半日の間に陥落してしまった。その原因は、第一に、絡めての出荷に城内が一時に混乱したこと。第二には、誰が言い出したともなく、裏切り者があるぞという声が伝わったこと。事実は、東吉郎たちがわめいたのを、 狼狽した城兵が一層狼狽して伝えたのであるが、ために同志打ちなども起こって落城を早めた。第三には、これは重大な範囲と後で分かったことであるが、何者の検索家、暗具な辰沖は、この日より解く前から城外へ出て戦っている将兵の妻子だの、不豪な町人の家族だの、城下の 呂洋南女、城に満ちるほど人質として山へあげてしまったのである。少子の祭司は敵へ降伏せぬためという特選のつもりで入れ、また、町人百姓はすべて自国の不在であるから、これも敵に利用されぬためという考えのもとに行われた策だったが、なんぞはからん。この検索をなした稲葉伊予神は、 すでに東吉郎と結んでいて、軍事的に火星はできないが、裏面からお助けしようという木系のもとになされた反感の刑だったのである。そのため、城内の混乱は余計に華だしかったし、幾白してきた寄てに十分な交戦もできなかった。さらにまた、気を見るに便な信長は、 かねて、辰王の性格を見抜いているので、乱戦中に、早くも死者をもって、辰王へ書面で来いってやった。不倫の家。今日、天犬の狩りにあり、また、我が兵馬に包まれおわんぬ。領民等しく、円運に自由の兆しを見、城下すでに完成高し。さはいえ、君は余が妻のおいなり。 世は、年代君の初心と暗愚を憐れむ者。強いて逆闘を加うるに忍びず、むしろ生涯、生きるの不知を喜んで恵まん。生を望みたまわば、功を孝敵。即刻、世が軍門に遣わされよ。案の定。辰をはその一生を手にすると、たちまち幸福の胸を言い合って、 一族、斎藤クロウエモン、ヒネノビッチュ、長井隼人、牧村牛之助、その他、三十四名の側進だけを連れて、城外へ出てしまった。ドムナガは、それに保護の兵をつけて、開催軍まで送って放ち、達王貴の弟、新五郎を立てるならば、後日、斎藤家の祭りを絶やさぬだけの地は与えようと訳した。 こうして、稲葉山は落ちた。美濃の大山北斗と言われた城は落ちた。美の二カ国を合わせて、信長の領有する地は一約百二十万石に上った。小牧山から稲葉山へ、信長は三度目の城を移した。同時に岐阜と改め、城も岐阜城と呼び改めた。 ここに一人、斎藤家にも、かんばしい武士がいた。東堂の上州、騎士、影武だった。彼は鹿の滅亡を見、信長からも随心を悟されたが、それに応えて、孫明はシャスガー。家の庭にも、一本の桜はあって叱るべく存ずる。不存ながら、伝来の一種を、報い参らせて、あえて散り申す。 終わりの太平を受けて、前線半月のあまり。矢玉つきるの日、影湯は炎の中で静かに、夫婦向かい合って差し違えた。信長は日を立ててやった。戦後もこの武士の話をよく口に出した。初秋の九月、陶吉郎は砂股へ刺して帰城した。 この戦から彼は初めて馬印を主君から許された。皇軍の秋をてらてら輝いてゆく、関東の一票がそれであった。